はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。今回から新規案件だ。いきなり住居がないと言われているみたいだけど、今回の依頼は何だ？依頼者は、こちらの12名の人類型人類さんたちです。あ、わざわざ人類型とつけるのは、過去にビーバーさん型やアリさん型、神様型人類さんなどからご依頼いただいていたからですよ。もはや懐かしいな。説明の続きを頼む。はい。たまにマリサオーナー視点によるお仕事もありましてね。クローン作られたり、改造されたり、それは愉快な面に過去の依頼の説明じゃなくて今回のを頼む。あ、はい。こちらの皆さんは別の土地に住んでいらっしゃったんですけどね。圧政によって命の危険を感じ、この土地に逃げてきた、という状況です。なるほど。ビーバーたちやルシアのケースと似てるな。彼らは干ばつだったり、疫病による政変だったりでしたけどね。今回は惑うことなく人災です。そうか。で、依頼内容としては、為政者たちを皆殺しにしたいとかか？そんな物騒なことではありません。軍備を整えて侵略者たちを皆殺しにしたいです。十分物騒じゃないか。厳密には、強い軍事力による生命の確保、さらに噛み砕くと、生き延びたい、です。オッケー。わかりやすくなったぞ。支払いの方はどうなってるんだ？いかんせん、気の幹のままでのっぱらに佇んでいる人たちですからね。資産と呼べるような資産がありません。そうだろうな。だから前金として、それぞれから遺伝子情報をいただきました。ほう？それを前回のフクシット様に販売して、惑星開拓にでも使っていただこうかと。へえ、そうなんだ。どうしました？何が？いつもなら、邪悪な技術提供をしてるんじゃない的なことを言うのに。そうだっけ？そうだったかも。ははん。さてはクローン仲間ができて、ちょっと嬉しがってますね。いやいや、そんなことはないぞ。フクシットの惑星開拓をするクローンが、私の顔だけじゃなくなってよかったとか、そんなことまさか。まったくオーナーは邪悪ですね。そんな企業とつるんでる奴に言われたくないな。まあ、それはさておき、差し当たりのお仕事としては、最初の冬を無事に越えることですかね。そうだな。自然豊かなこの土地のリソースを使って、強い組織を作っていこう。ちなみに名前は？バルティア共同体。地名から取って、そう名付けたそうです。了解した。じゃあ、始めていこうか。さあさあ見ておいで見ておいで。六尺の多いたちだ。偽物小屋じゃありませんって。中央集会所ができたな。一足飛びに常備軍でも作ってあげたいところですが、資源や技術面の制約によってそうもいかないので、この集会所でコントロールしていきます。準備ができなきゃ、新しい種類の建物は建てられないってことだな。ですね。木材加工すらできないのに、鉄鉱石を精錬しようだなんて100年早いわけです。ということで、最初に作るべきは、道だな。道？家とか食料じゃなくて？もちろんそれらも大事だが、物資や作業リソース、つまり人々の移動効率は、後々まで影響が出る。早く屋根のあるところでくつろぎたいという気持ちはわかるが、まあちょっとだけ我慢してくれ。わかりました。我慢の限界が来たら、オーナーを吊るしてもいいと伝えてきます。家作ろうぜ今すぐに。冗談ですって。笑えんわ。道ができましたね。ちなみに季節は春に差し掛かったところです。夜は冷えるでしょうが、だんだんと野宿もしやすくなっていくことでしょう。わかった、悪かったよ。次こそは家を作ってくれ。ちゃんと出入り口が道に沿うように作りましょうね。一軒あたり4人収容できるから、3軒作ろう。はい、建築待ちです。木材は足りてるか？十分です。労働者さんたちが向かってきますね。ついでに道を追加しておくか。こっちも通りやすくなったら便利だろう。あまり同時多発的に指示を出すと、リソースが分散しちゃわないですか？それは確かに。この辺りで完成を待とう。家が出来上がってきましたね。とりあえず、冬を外で過ごすことはなくなりました。それはさすがに死ぬからな。でも薪がないと言われてるな。確かに、冬に向けて今のうちに燃料を用意しておくのは重要ですね。そうだな。でもその前に移動掘ろう。飲み水がないと冬を迎えるところじゃなくなる。水を飲まずに生きられる期間は3日でしたっけ？状況にもよるが、そうだ。食べ物なしで3週間。適正な体温を維持できない場合は3時間だな。体温、水分、食料の順で大事なんですね。だな。井戸はこの辺りにするか。当然、池や湖に近い方がいいですよね。そうだ。周囲に木が多い方がいいとか、環境に左右されるな。ほいできた。でも、いきなり枯渇しそうなマークが出てますよ。大丈夫。しばらくしたら湧いてくるから。ほら解消。おお、よかった。これで、体温維持と水分は確保できました。次は食料ですね。の前にだ。資材置き場を作ろう。食料よりも優先ですか？資材を置く場所がないと、建設作業に支障が出るだろ。早めに作っちゃった方がいい。食料備蓄が減っていくのにヒヤヒヤするので、手早くお願いしますね。おうよ。
なんか、資材置き場以外にも作っているようですが、保管庫と地下貯蔵庫だ。地下貯蔵庫は腐敗しにくくなるから食用メイン。保管庫は、資材置き場や地下貯蔵庫で保存できないものようだな。さて、季節は秋になりました。紅葉が素敵な時期ですね。そうだな。ただ、紅葉時期の高尾山にだけは行かない方がいいぞ。下山待ちの列なんて初めて見た。話はそこじゃないのですよ、というと。冬に備えての食料備蓄は、今から間に合いますか？うむ、急ぐ。そうしてください。食料もそうだが、薪も用意しないとな。体温維持が最優先、ということであればそうですね。でも食べ物も大事ですよ。ああもちろんだ。野草や薬草を拾ってくれる採集小屋を作ろう。畑なんて冬には間に合いませんからね。でも、冬になれば野草も枯れちゃうんじゃないですか？だろうな。ということで、狩猟小屋も作る。きっと鹿さんとかを狩る小屋なんでしょうね。もちろん鹿さんとかを狩る小屋だ。野生動物は冬になったからといって死に絶えたりはしないからな。冬でも食料を入手してくれるはずだ。期待しています。こちらは薪割り小屋。冬に向けて急ピッチで作成よろしく。担当者はエルマさん、働き盛りの31歳。お一人で大丈夫でしょうか？確かにワンオペだと必要数に追いつかないかもな。二人体制で仕事してもらおう。エーバさんが加わりましたね。よし、これで薪についてはいいだろう。次は採集小屋だ。何か採集してくれましたか？まだ稼働には至っていないな。そして、稼働前には、大事なことを決めねばならない。というと？作業範囲の設定だ。デフォルトだと、小屋の周りが探索範囲になるが、それだと見入りが少ない場合が多い。ほう。だから、よりいろんなものを拾えそうな場所を、作業範囲として設定してやろう。それはとても大事なことですね。しかし、今はもう晩秋。見入り以前に、そろそろ採集作業自体が厳しくなってくるんじゃないでしょうか。そういう意見もある。採集小屋、作るの遅すぎじゃね？そういう意見もある。さ、狩猟小屋も見てみようか。まだ完成していませんけどね。ほら今できた。なんか、血でべっとりしているな。それはまあ、そういう場所ですから。こっちも作業範囲を設定してやろう。やっぱり、木の多いところの方がいいですかね？だな。この辺りは鹿の群れがいるらしい。狩猟には最適だ。熊さんがいたりしないですかね？するかもな。では、熊さんよけの鈴が必見ですね。あれは、一概に効果があるとは言えないらしくてな。鈴の音に、好奇心が旺盛な子熊が寄ってきちゃう、なんて話もある。子熊が寄ってくるということは、漏れなく母熊がついてくる。母性でもって、熱い抱擁をしてもらえそうですね。その後すぐに寒くなりそうだけどな。続いて釣り小屋を作るぜ。お魚も冬は関係ないですよね。だな。マスなどサケ科の魚は、むしろ水温が低い方が元気になる。ところでマスとサケの違いを知ってるかな？なんです？ざっくり言うと、マスが大きくなったものがサケだ。もうちょい細かく言うと、川でうまく餌が取れなかった個体が海に出て、超でかくなって戻ってくるのがサケ。川である程度成功して、その場にとどまり、あまり大きくならないのがマス。さあ、モニターの前の君はどっちを目指すかな？美味しけりゃなんでもいいです。降雪を観測しました。食料事情はどうですか？うん、ギリギリ。1年目から餓死者は出したくないですね。こうなったらオーナーのスペアを放出して、光ゴケはやめて。大丈夫だから、なんとかするから。採集小屋はもう機能しなくなっちゃいましたね。野草が軒並み枯れちゃいました。ほんとだな。狩猟小屋と釣り小屋が頼りだ。釣り小屋はまだ完成していませんよ。なんで？木材が枯渇しましたから。なんてこったい。頼りは狩猟小屋だけか。あ、でもちゃんとお肉をゲッチしてますね。他のは何でしょう？獣歯か。あと毛皮だな。毛皮はいいですね。交易品にできそうです。毛皮貿易でもするか。でもその前に、服とか靴とかをこしらえたいぞ。そうですね。まだ設備はありませんが、材料だけは貯めておきましょう。真冬です。今のところ、犠牲者はなし。なんとか全員揃って春を迎えられそうですね。油断はできないが、薪も食料も足りてるな。春になったら、もう少し食料事情を充実させよう。畑でも作りますか？いや、この人口で畑の維持は難しい。もうしばらくは、狩猟と採集を継続しよう。あと釣りな。わかりました。バルティア共同体の人たちとしては、早く軍事力を確保したいそうです。なんで、そんなに軍備を意識してるんだ？へっへっへ、このリンゴうまそうじゃねえか。一つもらっていくぜ。あ、金を払えだ？誰に向かって言ってんだ？俺はホニャララ子爵様の兵士だぞ。おい、お前ら、この八百屋に思い知らせてやれ。へえ、お散々やられたそうで。寸劇ありがとう。あと、逃げ出した彼らを兵士が追ってこないか、怖がってるんですよ。たかだか12人を追ってくるかな？追ってくるかもな。見せしめにするかもしれませんね。よし、わかった。コミュニティは軍事力あってのものじゃない。コミュニティの余剰リソースによって、軍事力が発生するものだから、段階は踏むけどな。でも、早めの軍備を意識して進めていこうじゃないか。
はい。それを伝えれば、彼らも安心することでしょう。では、方針が決まったところで、今回はここまでです。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。狼さん襲来です。へいらっしゃい。対抗策はありますか？村人総出でぶん殴る、かな。ですよね。前回、軍事力強化を方針としましたが、まだ野生動物にすら狩られるレベルです。なんの、逆に借り返して、ぬくもりが優しいファーにでも加工してやろうぜ。第一村人さんと戦闘開始、薪割り職人のエーバさんです。勝てるかな？無理かな？微妙、対比だ。あと一発ってところですけどね。一般人にそこまでのガッツは求められん。近くの家から応援を出そう。同じく薪割り職人のエルマさん。さあ、同僚を助けに行け。エーバさんは早く逃げてくださいね。エーバさんが後ろからやられそう。49年の人生をかけて走るんだ。ここでエルマさんとスイッチ。相手の勢いを利用した一発が出た。エルマさんがそのまま走り去る。どうやら流れるように失禁するようだ。なんとかなったな。狼一頭に大騒ぎだ。それはそうですよ。野生動物に単身で飼っちゃうなんて。あ、知り合いに一人いました。あれは一般人じゃないから。実際、野生動物 VS 人間だとどのぐらいの相手まで勝てるんですかね。死ぬ気でやれば、ニホンザルぐらいまではいけるんじゃないかな。あ、そんなもんなんですね。ホモサピエンスは人科の中でも、牙を退化させた種だからな。戦闘するのに、わざわざ武器を使わないとならないぐらいに弱い。逆に、身体的特徴に依存しなくなったから、反映しているのかもしれませんね。それもあるな。牙がないから石を、青銅を、鉄をと、身体外の牙を強くしていったわけだ。戦争をやりにくい動物だったのに、大量に殺傷できるようになっちゃったんですね。ま、死亡する以上の個体数が生まれれば、死としては成功なんだけどな。各個体の幸福度が高いかどうかは別問題になっちゃう。なんて話をしながら、狩猟小屋と燻製工房を追加したぞ。身体外の牙によって得た燻製製品を作っていきましょう。なんだかややこしい食べ物だな。こちらは釣り小屋担当のビッキーさんです。身体外の牙を使った釣りをされています。身体外の牙はもういい。キャストの仕方を見ると、フライフィッシングかな？フライフィッシングって、毛針を使った釣りでしたっけ？そうそう。虫を模した毛針を投げるわけだが、重りを使わず、糸の重さだけで投げるから、釣りの中でも玄人向けだな。それは難しそう。なかなか釣れませんね。見てると落ち着かないだろうから、別のところに行くか。燻製工房ができました。薪を使って、スモーキーなお肉やお魚が作られています。以前、セミの燻製というのを食べたことがあるぞ。はい？セミの燻製。美味しかったですか？個人的にはイマイチだったけど、美味しいという人もいたな。個人的には、虫を食べようという思考が信じられません。もちろん人それぞれなのは承知の上で。どうにもあれ以来、燻製を食べるとセミの味を思い出してしまってな。あまり聞きたくないので次に行きます。食料事情が良くなったところで家を追加しよう。今の人口は維持できるようになりましたからね。だけど一気に人が増えると破綻するかもしれないので、慎重にお願いします。おうよ。まずは3軒だけ建てて様子を見よう。黄色かったり赤かったりするのは何ですか？公的度だな。燻製工房の隣に洗濯物干したくないだろ。そうですね。洗濯物がセミの味になっちゃう。その話はもういいです。お家の近くに公園があったりすると、住民は嬉しいわけですね。そうだな。そのあたりも、おいおい整えていこう。軍備を優先したいなら、細かいこと気にすんなよという気もしないではないがな。誰しも住環境には気を使うんですよ。お家が完成しました。よっしゃ、もう3軒行っとこう。作りすぎでは？中央集会所のレベルを進めるのに、家が8軒必要なんだ。区画の美しさ的に、合計9軒まで増やすぞ。食料は足りますかね？大丈夫。追加の最終小屋も作ってあるしな。新しい住民が増えたぞ。移民3人と新生児1人だ。あら赤ちゃん、初のバルティア生まれですね。この土地を故郷と思ってもらえるといいな。彼が大きくなる頃には、私たちはもういないかもしれません。いや、いると思う。ここは1年が超早いから。そういえばそうでした。好転周期が早いんですかね。そうかもな。それに、住人の加齢の速さを見ると、実はこいつら、ネズミぐらいの大きさなんじゃなかろうか。なんと、思った以上に小さくか弱い存在でした。仕事受けてきたの社長だろ。メールとズームでやり取りしただけなんで。ズーム使えるんだ。それはそうと、こびき場と川なめし工房を作っていこう。川なめし工房はわかりますが、こびき場って何です？木を引いて板を作る。つまり製材所だな。ああ、なるほど。これらも民家から離れていた方がいいですね。
木のくずとか、薬品の匂いとかがあるからな。だが、そういう仕事に従事する人は尊重されるべきだ。もちろんですね。また移民さんがいらっしゃいましたよ。受け入れてほしいとのことですが、どうします？冬が近くなったタイミングで来るなよという気もするが、だからこそ来たのかもな。受け入れよう。今のところ食料は大丈夫そうですね。だいぶヒヤヒヤするけどな。秋が深まって、最終の成果も悪くなってきたから、狩猟小屋を追加するか。お肉いいですね。狼さんへの牽制にもなりそうです。お、そうか。兵士はすぐに作れなくても、猟師は作れるな。そのアイデア採用。なんかください、セミの。やっぱいいです。というわけで、狩猟小屋で村を守るように配置してみたぞ。これなら狼が来ても、猟師で対抗できるだろう。赤ずきんちゃんですね。猟師が狼のお腹に石を詰めるんです。別のとごっちゃになってるから。ただ、最初に作った狩猟小屋の作業範囲内には、もう獲物がいないらしくてな。食料生産的には無意味になってしまったが、防衛面で役に立ってもらおう。初めての軍事従事者ですね。軍事とまではいかないが、まあ、準軍事かな。お、新年が来ました。明けましておめでとうございます。今のところ犠牲なしで来ていますね。狼襲撃は危なかったけどな。食料不足になることもなく、順調と言っていいだろう。そして住民が一気に5人も増えましたよ。合計31名となりました。次のレベルに進むための人口は超えたな。他の条件は何でしたっけ？忘れた。もう一回確認しとこう。未達成が、市場を作る。あと、木材が50枚か。市場ですか？物の売り買いができるんですかね？ではなく、このように手押し車を使って、各ご家庭に物資を配達するんだな。つまり配食サービスですか？それだけじゃなく、なんと周囲の住民から税金を取り立ててくれる。お、税金。払うのは大嫌いですが、払われるのは大好きです。そりゃまあそうだろうな。物資を配達してくれるから住民たちも仕事に集中できるし、村の物流センターとして頑張ってもらおう。はい、税金は厳しく取り立ててくださいね。徴税官じゃないから。っていうかだ。私は払いませんよ。何その警戒心。じゃなくて、徴税官なんて、この村の住人が一番嫌っているんじゃないか？ひどい目に遭ってきたんだろ。そうでしたね。せっかくの収穫も根こそぎ持っていかれて、食うに食えなくなったので、ここにいるわけです。国が民に税金を課す。さらに、国から徴税権を得た領主がそれに上乗せする。国は、領主がどれだけ上乗せしているのかは知ったことではない。もろに封建制の悪い部分が出たんだな。戦う力が欲しい、という要望もわからないではないですね。安心させるためにも、どんどん発展させていきましょう。だな。あとは木材が50枚あれば、次のペアに進める。のんびり小引き作業でも眺めていよう。というわけにもいかないようです。狩猟小屋から、矢がなくなったと報告がありましたよ。そうだっけ？荷車に在庫があった気がするぞ。ほらある。あら、ほんとだ。じゃあ、近くの保管庫になかったから勘違いされたんですね。在庫システムのロケーションをよく見ろと言っておきます。ないから、そんなシステム。でもこのままじゃ、矢が枯渇するのは間違いないな。矢作小屋を作っておこう。その名の通り、矢を作る設備ですね。そうだ。弓も作ってくれるから、今後、活躍してくれることだろう。そして熱波が来ましたよ。作物がピンチです。畑なんてないけどな。でも、念のために井戸は追加で掘っておくか。水は大事ですからね。熱波の影響は特になさそうです。やはり、畑に影響を与えるのかもな。それはそうと、これを見てくれ。なんです？野生のブルーベリーは移植できるらしい。おや？見えてる範囲のブルーベリーを採集小屋の近くに集めれば、作業効率が良くなるぞ。それはいいですね。果樹園っぽいものが作れそうです。そこまで立派なものじゃないけどな。今のところは十分だろう。ブルーベリーはビタミン C が豊富ですから、ぜひ積極的に食べたいですね。一説によると目にもいいとか。それはどうかな。もっともらしい説明で商品を売りつけられる世の中だから、情報の取捨選択は慎重になろうぜ。あ、私確実に目が癒される行為を知ってますよ。何？ゲームや動画を控えることです。うん、そうね。ブルーベリーの茂みを作ったぜ。今は少ないですが、発見次第、集めてきましょう。そういえば、まだ次のペアに進めないんですか？作り忘れている設備があるのに気づいてな。靴屋とか小屋を作っていなかった。それぞれ、どんなことをするんでしょう？靴とかごを作る。んなことはわかってます。靴は移動速度を上げて、かつ怪我をしにくくする。カゴは、物をたくさん運べるようにして、作業効率を上げる。どちらも大事ですね。そして、確かに早めに作っちゃった方がいい。そうそう。これらを作ってから、次のペアに進もうか。また冬が来ましたね。今年の状況はいかがでしょう？食料は地下保管庫いっぱいにある。薪も十分だ。冬は仕事がなくなる採集小屋は無人にして、労働作業に回ってもらうことにした。だいぶこなれてきた感じがしますね。絶賛安定運用中だ。ちょっと区画整理はしたが、
屋とか小屋もできた。早速製作を始めてもらってる。冬場は、暖炉の前とかで作業するんでしょうね。なるべく暖かく過ごしてもらえるといいですね。そうだな。私はなんとなく、笠子地蔵を想像しちゃうけどな。脳内が一気に和風に持っていかれました。さて、ではティアを進めるぜ。はい。よし、作業待ちだ。作れるものが増えたらどうします？住人の要望通り、防衛機能を強化しよう。実は、すでに油ぐらいは作れるんだけどな。単体で作っても効果が薄いから、他のものと一緒に進めるぜ。では次回は、そのあたりを整備していきましょう。オッケー、ティアが進んだぞ。それでは今回はここまでです。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。よっしゃ、じゃあ壁を作ろうか。ついに防御力強化に着手するんですね。侵略者だけじゃなくて、狼のような猛獣に対しても有効だからな。村の中央まで入り放題なんていう状態は、早めに解消したい。鹿さんなら、どんどん入ってきてもらいたいですけどね。以前、北海道に行った時、おしゃれな民家のそばで野良のエゾシカが歩いていて、超ビビったことがある。野良エゾシカさん、よほど田舎だったんですね。いやいや、苫小牧から数駅離れたぐらいのところだよ。どれだけ自然と共存してるのかと。さすが北海道。エゾシカならまだいいが、ヒグマ出没注意の看板も頻繁に見るし、野生動物、特に猛獣がすぐそばにいる生活というのは、本当に怖いなと実感した。アフリカとかオーストラリアとかの人たちは、もっと近い環境なんでしょうね。もちろん日本だって、凄惨な事故は多いけどな。オーストラリアだと、キャンプ中にイリエワニに襲われた、とか、アフリカは、サボの人食いライオンが有名かな。前回の話にもありましたが、基本スペックのみでは、人間は野生動物に勝てないんですね。ああ、威風を持って接していこうぜ。ということで、壁を作成中だ。結構、広い範囲を覆うようにしたから、完成まで時間がかかる予定だぜ。その間、何してましょうね？もちろん何もしない。ほう。正確には、新しいものは何も作らない。作業員さんたちの、全リソースを壁作りに向けるんですね。そうだ。早めに、安全な領土を作っちゃいたいからな。もっとも、本当に安全な領土というのは、町ごとに壁で覆う必要がないぐらい、覇権が広い土地に及んでいる状態だけどな。隣の町も、その隣の町も、同じ勢力に属しているということですね。そうそう。壁作り以外、何もしないというわけにもいかなそうですよ。なんで？覚悟家庭内が、ゴミで溢れているようです。そんなもん、庭でも痩せばいいだろう。ほら、最近は規制があるんですよ。ダイオキシン的な、プラスチック燃やすわけじゃないだろうに。皆さんお忙しいので、なかなか家庭ゴミの処理まで手が回らないみたいです。なんとかしてあげてください。全く仕方がないな。ゴミを集める場所でも作るか。あ、家のそばには作らないでくれとご要望いただきました。わがままな。この辺りの壁ができてきたから、その向こうに作るか。住宅地からも離れているし、いい場所ですね。それこそ、野生動物さんが集まりそうですけど。まあ確かにな。放散団子でも混ぜとくか。ぬ。どうしました？堆肥集積場は、月々のコストが発生するじゃないか。あらま、衛兵の雇用をしようと思っていたのに、これじゃ、一人しか雇えない。人を増やして税収で賄えばどうです？もちろん、その方法しかないわけだが、むやみに人口も増やしたくないんだよな。食料事情もありますからね。仕方ない。まずは作るべきものを作っちゃおう。大変ですオーナー。どうした？狼さんに襲撃された人が、狂犬病になりました。おう、狂犬病か。狂犬病って確か、致死率、ほぼ 100% だ。ああ。罹患者は、カゴ職人のコウエラさん。靴も、毛皮の服も身につけていたんですが、交渉を防げなかったようです。何かできることって、ないな。できるだけ静かな余生を過ごしてもらおう。そして壁作りを急ぐぞ。コウエラを最後の犠牲者としたい。はい。堆肥集積場ができたぞ。担当者さんに、早速ゴミ収集をお願いしておきます。堆肥ということは、畑の肥料になるんですよね。そういうことだな。壁作りが落ち着いたら、畑も作ってみよう。私うどんが食べたいです。世界観以前に、だいぶ工程がかかる要望だな。狂犬病にかかっていた、コウエラさんがお亡くなりになりました。残念だ。ついに初の犠牲者を出してしまった。手厚く埋葬してあげましょう。そうだな。墓地の建設を指示しておく。壁はちょっとずつできてきたぞ。鹿さんがいる森も、壁の中に取り込むんですね。ここの森は木材にしてしまおうと思ってな。鹿には悪いが、伐採させてもらう。伐採後の土地はどう使うんです？まだはっきりとは決めていないが、畑にするといいかもな。
確かに、それは良さそうですね。ある程度広い土地が必要でしょうし。だな。漁師には、壁の外を作業範囲として頑張ってもらおう。でもその前に、今いる鹿を根こそぎ買っちゃって。鹿さん逃げて。熊さんがいらっしゃいました。へいらっしゃい。なんてこと言ってる場合じゃないな。みんな全力で逃げろ。すでに全力逃走中です。ならよかった。近場の漁師かもん。この時のために、複数箇所に配備したのだ。漁師さんたち出動しました。すっげー近距離だな。弓はどうした？ちょうど矢が切れちゃったみたいです。それでも、逃げる村人の背中を守ろうとしてくれるなんて、なんて熱い心の持ち主でしょう。ただの備品チェック漏れじゃね？そういう見方もできます。接近戦なのに無傷で熊と戦ってるな。あ、一発もらった。勇士に感銘を受けた村人さんたちが戻ってきました。出る幕ないと思う。こういうのは行動が大事なんですよ。熊さん撃破。犠牲なしに倒せたな。漁師を配備しておく運用がうまくいった。よかったです。でも備品チェックを厳にするよう、通達出しておきますね。よろしく。コエラを埋葬する墓地が完成したぞ。周りにはお花も咲いていて、綺麗なところですね。湖のほとりに作ってみた。壁を作っている都合上、ちょっと狭いけど我慢してもらおう。犠牲になった人も、この村の一員です。安らかにお休みください。壁の進捗状況だ。一辺が終わって、次の辺も終わりそうだ。一箇所は湖に沿ってるから、三辺だけでいいんですね。そうだ。船で襲撃してくるような奴がいたら無意味だが、まあ大丈夫だろう。しかし、ここが作りにくい。うっそうとしてますね。ちゃんと建設指示が出せてるかな？大丈夫？大丈夫そうです。完成したと思いきや、一箇所だけ空いてたなんて、間抜けの局地ですからね。まったくだ。猛吹雪が迫っているそうです。熱波やら猛吹雪やら、なかなか優しくない世界だな。まあしかし、これまでも、干ばつやら何やら経験してきましたからね。こんなもの、という感度ではいます。まあな、食料事情は良好だし、何でもこう言ってんだ。いらっしゃいましたよ、熊さんが。お前じゃない。また村の中まで入ってきたのか？いえ、壁の外で作業している時に遭遇したようです。それはなんともならんな。まだ漁師のカバー範囲を外まで広げてないし、とりあえず逃げてくれ。と思ったら、漁師のマヤミさんでした。矢もあるのに、接近戦になっちゃったんですね。それは困ったな。はい、何か言いました？いや、なんでもない。壁の中に避難することができました。逃げ込める場所があるって素晴らしいですね。オーナーのダジャレはひどいですけど。わかったよ、悪かったよ。熊さんが離れていきます。いや、違うな。まだ壁ができていないところを目指してるんだ。なるほど。行け、漁師オードリックよ。先回りしていたイニシアチブを生かして、確実に仕留めろ。オードリックさんは、正しく弓矢で攻撃するようです。うちの漁師は接近戦しすぎだろう。実績解除か何か目指してるのか？実績接近戦でベアハントを解除しました。目指さなくていいから。熊さんが通り過ぎていきますね。こっちが門の中にいるから、隙間から近づこうとしてるんだろうな。ほら、外に出たら戻ってきた。距離は十分です。接近される前にやっちゃってください。行ったれ、オードリック。熊さん撃破。よしよし、とても正しい戦い方だったぞ。オードリックさんが素材剥ぎに行きます。それは世界観が違う気もするが、まあ、似たようなものか。お疲れ。お疲れ様でした。そんなこんなしてるうちに壁が完成したぞ。これで村人の皆さんも安心ですね。え、攻めてこられたらどうするんだって？反撃手段が欲しいと。わかったわかった。だがまずは、門を守る衛兵から雇用しよう。門は3箇所ありますね。すべてに配備できますか？いや、無理だな。月の固定費に、金一つ必要だから、1箇所だけだ。どこにします？そうだな。どこでも同じっちゃ同じなんだが、ここにしよう。理由が？すぐ外に粘土層が露出してるだろ。粘土というのは素材として、とても優秀だからな。すぐに集めることになるはずだ。なるほど。採掘している人たちが、すぐに逃げ込めるよう、そして襲撃者を矢で攻撃できるよう、ここにしたわけですね。その通り。さて、ぼちぼち人口を増やさなくちゃならないな。税収のためですね。あ、労働力かな？どっちもそうだけど言い方気をつけて。と思ったら、腸チフスが発生したな。腸チフスってあまり効かない病気ですね。衛生状態の悪い環境で発生する病気だからな。現代日本では、ほとんど発生しない。じゃあ衛生面を良くしてあげればいいんですね。そうだな。ネズミを退治したり、石鹸を配布したり。だが、それをやるには人口も税収も足りない。罹患したエイダには申し訳ないが、栄養のあるものを食べて安静にしておいてくれ。石鹸ぐらいは作れるんじゃないですか？これから、もっと広がっていくかもしれませんよ。うむ、どうしようかな。よし、石鹸屋を作ろう。
おお、衛生状態が悪いまま人口を増やしても、バッタバッタと倒れていくかもしれないしな。なるべく、いい環境で迎えようじゃないか。ぜひそうしましょう。ゾンビだって、人口が多いところの方が悲惨になりますから。ゾンビと一緒に、いや似たようなもんか。石鹸屋ができたぞ。早速作ってくれていますね。石鹸といえば、シリアのアレッポの石鹸が有名だが、内戦で結構な被害が出たらしいな。ひどい話ですね。シリアに限ったことじゃないが、早く情勢が落ち着いて、平和な日常が取り戻せるといいよな。はい。そして、我が村の平和を守るであろう。矢倉が完成したぞ。初めての軍事従事者ですね。三つある門のうち、一つは堅牢になった。準備ができ次第、残りの門も固めていこう。そうですね。軍隊には程遠いですが、初めの一歩ということで。おう。それでは、衛兵のシャンが装備を求めて走っているところを見ながら、今回はここまでだぜ。引き続き、我が社をよろしくお願いしますね。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。家を6件追加しよう。6×4 で、24人も増加しちゃいますよ。約7割増ですけど、大丈夫ですか？食料調達はうまくいってるからな。このぐらいは問題ないはずだが、念のため、釣り小屋と採集小屋を増やしておいた。それなら良かったです。人手がないとできないこともありますからね。そうなんだよな。粘土や砂も掘りたいし、畑も作りたいけど、今のままでは労働力が足りない。あと税収ですね。お金がないとできないこともありますよ。ネズミ捕りとかな。ネズミは、超絶おっかない病気を伝播するから、なるべく駆除しておきたい。でも月額が高いんだよ。金が10ですからね。衛兵2人分。他のサブスクサービスないんですか？動画配信サービスじゃないんだから。でも、うちならもっと安くネズミ取りますせみたいな業者と相見つ取りたいよな。もうこうなったらオーナーがやるしかないですよ。なんで？大丈夫です。たとえネズミについたのみにたかられても、1000ペスト耐性テストのデータで利益が出ますから。また私のクローンで金稼ぐんじゃないよ。しかも前向きに罹患しに行ってるし。やりません。やりません。残念です。村人さんが略奪者を目撃したようです。ついに来たか。どれどれ。4人パーティーのご一行ですね。さながら勇者とその仲間たちのような風情。墓地方面から来たか。矢倉は反対側に作っちまったい。どうしますか？なんの。パラミリタリーの漁師たちに出動かけよう。壁越しに矢で攻撃できたりしないかな？無理じゃないですか？よし、ゴーゴーゴー。誤ってヘリから落ちるなよブラックバーン上等兵。誰？敵さん接近してきました。なんか楽しそうだな。そして超キクスが広まってるな。石鹸は鋭意作成中です。そのうち落ち着いてくると思われますよ。だといいな。迎撃体制はどんな感じだ？ 2 名が準備済みです。漁師さんがもう1名、衛兵さんも向かっています。間に合うかな？ 2 人でやってもらうしかないかもしれん。それは厳しいですね。とはいえ、拙速に動くべきとも思います。よし、門の外に移動だ。他の連中はまだか？熊殺しのオードリックさんは全力で駆けつけています。肝心の衛兵は？どこかな？まだ村の半ばあたりですね。遅いな。走行しているうちに戦闘が始まってる。矢で勇者様を攻撃してますね。お、勇者が逃げるぞ。戦士さん以降が襲いかかります。こちらは1名が退却。もう1名が剣を振りかざして接近戦開始です。うちの漁師の CQB 性能を見せてやれ。退却したダリアさんを呼び戻しますか？そうだな。マヤに一人でなんとかしちゃいそうな勢いだが、呼び戻してくれ。オードリックさんもようやく到着しましたが、もういいやって感じですね。僧侶さんを撃破。魔法使いさんも撃破。なぜか最後は弓で決めていました。勇者は取り逃したか。まあここの村人さんは、敵さんの死体から何か剥いだりはしない主義っぽいので、皆殺しにして金属を奪うとかできないですね。そうだな。しかし、うちの漁師たちは優秀だな。食料生産はするし、防衛はするし、本当に配備しておいてよかったぜ。ところで衛兵はどこ行った？完全に空気な衛兵さんですね。どこかな？壁のそばで指示を待たれています。うん、帰っていいよ。次は頑張ろうな。お疲れ様でした。8歳のナミアちゃんが、皮膚すり管から肺炎へと進行してしまいました。そうか、申し訳ないが、できることはないな。若さでなんとか乗り切ってほしい。病院とか作れないんですかね？癒しての案という設備はあるんだけどな。凄まじく月額かかるんだよ。金25ですと、どんだけですか？我が村に医療が来るのは、当分先になりそうだ。保険とか適用できませんかね？
1割負担ぐらいで。その場合、誰が保険者なんだろう。ナミヤちゃんが回復されました。おお、よかった。二人目の犠牲者が出るのかと、肝を冷やしたぜ。若さに勝る薬はありませんね。そういえば、石鹸の生産状況はどうなってる？順調に生産されていますね。各ご家庭へも配られています。よしよし、これでだいぶ病気を抑えられるぜ。マスクでもあれば、より完璧なんだろうけどな。そういえば私、マスク業者の知り合いがいるので、公費で依頼してもいいですかね？出来上がりはちょっとちっちゃいかもしれません。村人が納得しないから却下。交易所作ったぞ。市場とは別なんですね。市場は村人同士の商い、交易所は村や町同士の商いを行う場所だな。なるほど。我が村の特産品って何でしょうね。特産ではないけど、燻製肉は在庫型になってるな。交易所に移動させておこう。あ、わざわざ交易所に在庫しておかないと販売できないんですね。それはそうか。毛皮も言っとこう。急な出費に備えて現金の用意はしておきたいもんな。電子マネー慣れして、いきなり困る場面に遭遇するようなもんですね。それは違うと思う。早速商人が来てくれたぞ。金目のものを置いて行ってもらいましょう。帰っちゃうから言い方気をつけて。しかし、こちらの売りたいものと、あちらの買いたいものが一致しない。何でも買い取ってくれるわけじゃないんですね。そのようだ。お、もう一人商人が来たぞ。扱う商品が違うんじゃないですか？だな、見てみよう。こっちは、売りたいと買いたいが一致しているものが、いくつかあるぞ。まだ在庫移動中だけど。よかったですね。貧損と思って、足元見られてるのかと思いました。私もちょっと思った。そんなことなかったな。よし、在庫が届いたから販売しよう。毛皮の服を9枚ですね。金で189個になるそうです。はい、毎度あり。しかし、このゴールドは、どのぐらいの単位なんでしょうね。まさかインゴットじゃないでしょうし。金貨かな？それにしても、服9枚に金貨189枚は多いから、ある程度混ぜ物のある、流通貨幣と解釈しよう。純金じゃないんですね。純度よりも、信用があるかどうかが大事だな。こんな感じで、少しずつ金も貯めていこう。はい、お金大事です。オーナー、今度は解決病が発生しました。解決病か。ビタミン不足ですね。だな、原因ははっきりしているのに、治療のしようがない。食べ物由来ですもんね。野菜や果物がなければ、どうしようもありません。季節は冬に入ったばかり。春まで頑張ってもらうしかないな。早いところ畑を作りたいですね。キャベツの漬物でもあれば解消するはずです。キャベツ野郎って呼ばれちゃう。私をディスってます？いやいや、ドイツ海軍では、解決病防止のためにザワークラフトを。イギリス海軍ではライム果汁を取っていたから、キャベツ野郎、ライム野郎というスラングが定着したんだな。人の悪口は良くないですね。まあそうだな。さて、ヤグラを増やそう。と思ったら、解決病患者のベッタが回復したとの報告が来た。よかったですね。この真冬に、どうやって回復したのか謎ですけど、鹿の内臓でも食ったんじゃないか？まあ回復はめでたいということで、ヤグラの話に戻そう。はい、残るものは二つです。金銭的に、建てられるヤグラは一つだけ。どちら側を選びますか？そうだな。中央に建てれば、どちらの門にも駆けつけやすい。しかし、前回の略奪者は墓地側から来た。どうします？うむ、私は、この丘が気になっている。雪中行軍に最適？いや違う。矢倉からの攻撃手段は弓矢だろ？そうですね。だったら、平地から攻撃するよりも、高さのある地形から攻撃した方が、より有効になる。なるほど。だから、丘の上に建てようってことですね。そうだ。でも、門の外に出ちゃったら、簡単に壊されちゃうんじゃないですか？そこはほら。まずは矢倉を建てて、そこまで道をつなぎ、門を設置で、周辺を壁で囲んでやればいい。ああ、簡単な砦にするんですね。これなら頑丈だし、攻撃性能上がるし、なんなら挟み撃ちにもできますね。だろ、何よりかっこいい。かっこよさ大事です。ほい、できた。おお、素敵ですね。この位置なら、矢倉を攻撃する連中はもちろん、門を狙いに行く奴らもハリネズミにできる。この丘は、村の発展に邪魔だなって思ってたんですけど、とても有益でしたね。そうだろ？この丘には、もう一ついいことがあってだな。ここは、粘土が取れるところですね。そうだ。壁の内側には砂が採取できるところがあって、そしてあの丘では、鉄鉱石が取れる、採掘系の設備を作っていこう。これで我が村も、鉄器時代ですね。残念ながら、鋳造所がないから鉄は作れない。でも鉄鉱石は、少しずつでも集めておこう。承知です。それぞれ作ったぞ。粘土の採取場。土器が作れますね。陶器な。焼成時の温度が違うだけだけど。
ここは砂の採取場。子供たちが喜びそうです。砂場じゃないから。でも、砂鉄集めて遊んだりしたよな。直接磁石に砂をかけると、砂鉄が取れなくなっちゃうんですよね。ビニール越しにやるのがコツだぜ。そして採鉄場だ。先を見越してのものだから、二人もいなくていいかな。そうですね。鉄が作れるようになったら、がっつり働いてもらいましょう。という感じで、採掘系の設備を整えた。特に粘土は建設にも使うから、重要な資源だな。粘土ってすごいですよね。好きな形に成形できて、焼けば固まり、水を通さない。人が煮炊きできるようになったのも、粘土のおかげだな。ところで人の腸は、他の類人猿に比べてとても短いそうだ。ほう、それというのも、加熱調理されて、消化しやすいものを食べるようになったからだな。なるほど。調理済みの食事をする前提で、体が変化したんですね。そういうことだ。だから、文明が崩壊して、今から生殖を始めろと言われても体が耐えられない。というわけで、荒野をさまよわせるに忍びないから、一気に12人を受け入れるぜ。加熱調理されたお食事を召し上がってください。というわけで、村の住居を超えるだけの移民を受け入れたところで、今回はここまでです。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、白霊統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。お、畑作成に着手ですか？おう、そうだ。人口も増えたことだし、そろそろ農業を開始しようと思ってな。しかし、今は秋、年内の収穫は難しいですね。畑作りは、とにかく人手と時間がかかるからな。早めに準備を開始しようと思ったわけだ。では、来年の今頃には、美味しいうどんが食べられますね。いや、畑が完成してからも、雑草取りや、小石の除去などを数年やろうと思ってる。うどんになるかどうかはさておき、収穫は4年後ぐらいかな。そんなに時間かかるんですか？収量を考えなければ来年からでもいいんだけどさ。どうせなら、いい畑を作りたいじゃん。それはそうですけど、数年先のキャベツでは、明日の上はしのげませんよ。おお、なんか名言だな。ふふん、そうでしょう。言わんとしていることはわかった。食料事情をよく見ながら、畑の使い方を決めるとしよう。解決病の人もビシバシ出てますからね。前半は雑草取り、後半にキャベツとか、そういう感じでどうです？オッケー、考えとく。私のうどんも忘れないでくださいよ。それは今度、近所の立ち食いでおごるからさ。それで手を打ちましょう。あ、立ち食いでいいんだ。開墾作業中に学校でも作るか。いいですね、学校。突出した特徴を殺して平均的な村民を作る設備ですね。過去に何かあったの？教育レベルを上げるのはもちろん、周辺住民の公的度も上げてくれるから、住宅の真ん中に作ろう。家と学校が近い子は、遅刻しがちですよね。油断するんだろうな。ほい、できた。お外に、椅子と黒板代わりの布が置いてあります。たまには、外で授業するのも楽しそうだな。ですね。どんな先生が教えてくれるんでしょうか。それがだな、先生が来ない。ほう？人に教育を与えるからには、教育を持った人物でないといけないわけだが、バルティア共同体には、教育を受けた人間がいないっぽいんだな。なんてことでしょう。教育を与えられる最初の人がいないのでは、いつまで経っても教育レベルは上がりませんよ。今後、先生やってくれる人が移住してくるのを待つしかない。なんという運任せ。うん、なのかどうかはわからないが、火事が発生したぞ。燃え移る前に消火急いで。近所の住民たちが火に飛び込んでいく。うちの子が2階にいるのイベントが、連続発生でもしてるのか？普通に消火作業をしてくれてるんじゃないですか？なのかな？火の中で活動している人々。あ、消えた。建物から洗濯物まで無傷のようです。なんという炎耐性。水の羽衣もびっくりだぜ。畑は、もう少しで形になるな。もう雪がパラつく季節ですね。年内にここまで進められてよかったです。だな。来年の春からは、畑仕事に入れる。完成したみたいですよ。どれどれ。このローマ数字は何です？輪作する順番だな。作物を1年目から3年目まで設定して、それをぐるぐると回していくんだ。なるほど。豆か植物は、土壌改良してくれる、なんてよく聞きますね。ああ、しかし、基礎固定以前に雑草がひどいから、やっぱりまずは整備から始めよう。3年先まで雑草取りにしちゃいます？そこは様子を見つつだな。でも冒頭の話通り、キャベツぐらいは収穫したいから、春になったら、また決め直そう。了解しました。初収穫が楽しみですね。おお、雑草まみれ。農民がせっせと取ってくれているところだ。これは大変ですね。雑草の種というのは、土の中に大量に存在しているわけだな。そうなんですか？奴らが賢いのは、一斉に芽吹かないところだ。すでに生えている奴が除去されて、そこに光が入る。
そうして初めて芽吹く。では、その雑草さんが取られると、その下のやつがまた生えてくる。なんという終わりなき戦い。除草剤を使いたくなる気持ちもわかりますね。まあ、世の中に雑草という名の草はないだけど、人間と作物タッグと生存闘争をしているわけだから、せっせと刈り取らせてもらおう。こんなところにも戦いが。養蜂場を作った。蜂蜜いいですね。あと蜜蝋も取れるぞ。蜜蜂さんは偉大です。植物の受粉をお手伝いしますからね。蜜蜂が絶滅したら、人類も絶滅するかもってのは有名な話だな。花蜂の仲間は蜜蜂だけじゃないし、ハイアーブ、甲虫を花粉媒介者として使う植物も多いけど、やっぱり蜜蜂に依存している部分は大きいと思う。蜂蜜が食べられなくなったら、私はパンに何を塗ればいいんでしょうか。バターでいいんじゃね。蜂蜜しみしみにして食べるのが好きなんです。おっと、また移住希望者だ。この村の噂を聞きつけてきたんですかね。かもな。教育者が欲しいから受け入れよう。そして家を追加で作ろう。食料方面は大丈夫ですか？キャベツを作り始めたところだから、なんとかなるだろう。ま、生のままじゃあまり長持ちしないけどな。豆類の方が長期保存には適してるかもしれません。来年は豆を作るか。キャベツを収穫したぞ。いくつか鹿さんに食べられたみたいですね。問題ない。後でその鹿さんを食べるわけだから。確かに。貯蔵庫に野菜がいっぱいになりました。今年の冬は安心ですね。解決病が減るといいな。来年の作物は豆にしてみたぞ。再来年は株だ。いろいろと作ってみましょう。繊維を取るための、アマモを得たいところですね。繊維畑は別に作ってもいいかもな。今の村じゃ狭いけど。ですね。畑も落ち着いたところで、三つ目の櫓を作ろう。これで門の守りは万全です。一段階目終了って感じだな。二段階目はどうします？壁を壊しに来る奴がいるかもしれないから、遊撃部隊が欲しい。常備軍ですね。いや、漁師でいいだろ。なんと、収入に乏しい我が村では、民兵がせいぜいだ。漁師たちの優秀さはよくわかってるしな。まあ、確かに。喜べ社長、学校の先生が見つかったぞ。おお、ベリドンさん、移住者さんたちの中にいたんですかね？だと思う。もはや個体識別ができてないけど。村人も84人になりましたからね。さらなる発展のために、学力を重視していこう。長岡藩の、米百俵の精神で挑むぞ。未来の100万俵に向けて頑張りましょう。でも、どうしても学校が辛くて心が潰れそうな時は、無理していかなくていいですからね。そうだぞ。親御さんも、理解する姿勢を見せてあげような。ほい、三つ目の櫓が完成した。村人たちの反応はどうだ？ひとまず安心したようです。でも、もっと強い軍隊を作りたいとも言っています。一足飛びとはいかんよ。さっきも言ったように、漁師による民兵を組織して、内政も固めていこうじゃないか。そうですね。ちょっとずつ、壁の内側も手狭になってきたから、拡張も視野に入れておきたいところです。ああ、いかんせん、この土地の大半はまだ未踏だからな。道を少しずつ伸ばして、先の方を探っておこう。周辺状況が分かったら、また村作りも変わるかもしれませんね。だな。豆の植え付けが始まったぞ。豆といえば、春になると、そのあたりにカラスのエンドウの花が咲きますね。ああ綺麗だよな。ミニチュアみたいな豆もできるし。あれって、どう見てもエンドウ豆ですね。そうだな。ちゃんと豆の味もするしな。え？食べたんですか？食べたよ。だって味も確かめてみたくなるだろ。良い子の皆さんは、みだりに野草を食べたりしてはダメですよ。伸びるとか、必要ないのに味見したりしない？猫のおしっこがかかってるかもしれないじゃないですか。そこはほら、ちゃんと洗えばもう満体。私は無理です。熊さんがいらっしゃいました。よしよし、そのまま門まで誘導していけ。追いかけられているこの男性、ギリギリ攻撃を受けない速度で走ってますね。ヒグマの走る速度は時速60キロぐらいだから、この男が超速いのか、このクマがまだ本気出してないのか、わからんな。のんびり屋さんのクマさんなんじゃないですか？蜂蜜舐めながら、動物に話しかける人はいるけど、聞こうとする人はほとんどいない。それが問題なんだ、みたいなことを言ったりする。じゃあこの襲撃グマの話も聞いてみようか。お肉を持って帰るからね、ピグレット。はい、射殺よろしく。しっかりと櫓から攻撃できてますね。あら？茂みの中で接近戦してる奴がいるな。何のための櫓かと。ま、血の気が多いのは悪いことじゃありません。頼もしいことじゃないですか。そりゃそうだけどな。アウトレンジからチクチクするのが、我が社のスタイルなんだよ。コンサルの言うことばかり聞いていられないわけですよ。何視点からの発言だ？何やら、お家がグレードアップしてませんか？小屋から住宅に建て替えている。税収が増えるのと、次のティアに進むには、ある程度の住宅が必要なんだ。でも、小屋住まいのままの人もいらっしゃいますね。公的度が30以上必要なんだ。だから、近所に公園とか祠とか作って、公的度を上げてやらないとな。
そんなわけで大きな公園を作ろうとしているんですね。そうだ。今後の拡張を考えて、こっちにするか。住宅街が、壁の向こうまで広がっていくかもしれませんしね。ああ、まずは、今の空間をすべて埋めてしまおう。拡張については、周辺状況も含めて考えていこう。ほい、設置完了。子供の頃、自然公園に家族で行って、遊具が皆無だった時の絶望感を思い出しました。遊具あります？うむ、ないかも。がっかりですよ。公園もできて、だいぶ小屋から住宅への建て替えが進んできたな。税収も増えてきましたね。軍事方面に使いますか？そうしたいところだが、衛生面にも投資しないとな。人を防いで病気に殺されてたんじゃ意味がない。ごもっとも。お、学校の卒業生が出たぞ。おめでとうございます。7歳で卒業って、どのぐらいの教育なんでしょうね。独自ぐらいならいけるかな？字が読めるならば十分ですね。あとは本とかネットとかで独学していってください。本もネットもないと思うけどな。漁師さんが狼さんと遭遇しました。このように、村の周辺を漁師さんが見回ってくれています。もはや狼程度なら大した脅威ではないな。でも、狂犬病には気をつけてくれよ。ほぼ助かりませんからね。畑の状況だ。はい。雑草レベルをほぼ下げ切ったから、本格的に稼働させていこう。これで食料生産も軌道に乗ります。天災や病気で収穫できない時もあるだろうけどな。他の場所にも畑を作ったり、保存食を充実させたりもしていこう。食料さえあればなんとかなりますからね。では、疫病対策で作ったネズミ捕り小屋を見ながら、今回はここまでです。ネズミは嫌いじゃないが、命に関わるから駆除させてもらうぜ。ここでオーナーに、動物さんの声を聞いてもらいましょう。何の動物？ネズミさんについているノミさんについているダニさんの声。さあどうぞ。俺は昆虫じゃなくてクモの仲間だに。それから？もうないよ。ではおしまいです。引き続き、我が社をよろしくお願いしますね。ご視聴、ありがとうございました。ダニの声はやる必要あったのか？いえ、ありません。はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。この整列している方々はどなたです？我が村の民兵組織、バルティア防衛戦線、略して BDF だ。村の漁師さんたちですね。そうとも言う。アルファベットにすると、物騒な組織みたいな印象になります。RUF とか FARC とかな。後にこの BDF によって、村は内乱状態になるかもしれん。じゃあさっさと解散してもらいましょうよ。安心してくれ社長。集合をかけたものの特にやることもないから、みんな帰り始めた。そういう意味での解散ではなくて、とはいえ、食料調達もしてもらわねばならないので、本当に解散されても困りますけどね。肉の供給源だもんな。防衛機能以上に、狩りを頑張ってもらわなくちゃならない。そうですね。300年後にバルティア革命戦線に名前を変えていたとしても、それはもう、この村の子孫の人々の責任です。今は目の前のお肉が大事。あと防衛能力な。すでに狼や熊を見つけては駆除してくれているから、とても助かってるぜ。お肉や毛皮もゲッチュできますしね。さて、BDF の対人戦能力はどんなものか、襲撃されるのが楽しみだぜ。何も来ないのが一番ですけどね。甘畑を作ってるぜ。甘からは繊維が取れますね。バルヘイムのアスディスさんと一緒に栽培したのも懐かしい。こちらは詰め物入りの防具なんて作れないけどな。せいぜい朝の服だ。いいじゃないですか、朝の服。毛皮のコートと一緒に着用すれば、さながらパリカと見まごうばかりのおしゃれさんたちが出現しますよ。パリといえば犬の糞が落ちてることで有名だな。そんな話は聞きたくありません。中世ヨーロッパの城なんて、みんなそこいら辺でしていたから。そりゃあもう、茂みを除けばバッチリ光景が。もういい、普通に。ここで訂正のお知らせです。何？いつぞや、売買に使っているゴールドはインゴットじゃなくて貨幣じゃね？という話をしましたよね。した気がするな。どうやら、金のインゴットで売買を行っているようです。なんと、こいつら、毛皮1枚に金塊14本払ったりしてるのか？よほど金の価値が低いんでしょうね。いやいや、金なんてかなり重たいから、一つ当たりが小さいのかもしれん。なかなか納得できない我々なのでした。こんにちは、クマさん。さあ、AKB だか HKT だかの出番ですよ。BDF な。でもこの位置なら、矢倉からの射撃で十分だろう。わざわざ接近戦をやる必要がない。オーナーは TRF の人たちをわかっていませんね。BDF な。彼らは単独でも戦闘を好みます。そしてあなたは、彼らを組織化して名前を与えてしまった。そんな彼らが血を見る機会を逃すとでも、いな。このように己の危険を顧みず、たとえ500キロのグリズリーが相手だろうと襲いかかる。そんな凶暴性を持つ集団。それが RAF なのです。BDF な。
しかし真面目な話、ほっとけやぶらが対応してくれるから、わざわざ出てこないでもいいんだが。だからそれこそが、アルファベット3文字が出てこない。BTS とかどうだ？あ、それ。TBS です。ついに、癒しての案を作ったぜ。おお、医療施設。やっと我が村にもお医者様がいらっしゃいましたね。医者と言っていいのかわからんがな。民間の治療師みたいな存在かもしれん。キリスト教伝来以前の魔女さん的な立ち位置ですかね。薬草を煎じたりするところはそうかな。でも疫病が発生した時は隔離もしてくれるみたいだから、ちゃんと疫学を踏まえた行動もするようだ。心強い。コロリ発生時の、南方先生のような働きを期待しています。ペニシリン作る話は盛り上がるよな。村を拡張するぜ。今の空間は、もう隆々ですからね。隣にくっつける感じにしますか？そうしよう。離れた場所に新しい村を作ろうかとも考えたんだけどな。防衛面で不安があるから、隣に伸ばすことにした。そうですね。せっかくの櫓も、BDF さんたちも、離れた場所までは対応できません。これからも、既存のエリアにくっつけるように拡張していこう。はい。来たぞ、略奪者たちだ。だいぶ人数が増えてますね。それに複数方面から襲撃されています。なかなか頭を使う奴らだ。よっしゃ、今こそ BDF の力を見せてやれ。人数差があるから、突撃すると返り討ちに遭いそうですけどね。そこはもう、私たちにはコントロールできん。矢倉からの援護射撃でしのいでもらおう。各方面の BDF 隊員たちに出動をかけた。早速迎え撃ってくれているみたいだな。接近戦で。もはや、特に言うこともないですね。死なないように頑張ってもらいましょう。敵の一部が左に向かったな。お、そっちには BDF のジェマが待ち受けていた。大変素晴らしい。接近戦しがちということだけ除けば。ユーリア隊員がボコボコにされて退却を始めた。そりゃそうでしょうね。ジェマ隊員も引き上げてきました。それは私が呼んだんだ。門の中に移動したユーリア隊員が、正しく弓矢で攻撃してくれてるからな。やればできるじゃん、ということで門の内側に集合かけた。最初からそうすればよかったのでは？したつもりだったんだけどな。でもほら、また殴りかかる奴がいる。どうにも制御しにくいな、こいつらは。この村を守らねば、という思いが強すぎるのかもしれません。防陣隊員は弓矢で攻撃してますね。こいつはこいつで接近戦してほしいシチュエーションだけどな。確かに。指揮がくじけた敵から逃げていく。身ぐるみ置いてけや。前にも言いましたが、この村の人たちは敵さんの装備を奪ったりしない主義のようです。攻められ損じゃん。せめて棍棒だけでも置いてって。商人に売るからさ。防衛体制を確認できるだけでよしとしましょう。ほぼほぼ片付いたか。そうですね。BDF の連中は、なかなか扱いづらいな。勇ましく戦っていたかと思えば、突然退却に転じたりする。そこは職業軍人さんではありませんから、多めに見てあげましょう。まあな、今回の戦いで分かったことがある。なんです？門だけ守っても、壁を壊されたら意味がない。矢倉は壁全体をフォローするように設置するべきだったんだ。なるほど。まさか壁を直接壊しに来るとは思いませんでしたね。ああ、次回の襲撃までに、そのあたりの整理をしておこう。略奪者さんは退却を始めたようです。よし、逃げる背中に、シャレオツな矢羽を突き立ててやれ。戦利品が得られないのであれば、せめて我が村を襲ったことを後悔させてやろうぜ。ということで、矢倉の整理を行いました。こんな感じに、まんべんなく再配置と追加を行ったぞ。微妙にカバーできていない場所があるみたいですが？うむ、予算の都合だ。でも税収が増えたら、ちゃんと埋めていく予定ではある。ならば安心しました。新エリアが稼働したら、そっちの方にも広げていかないといけませんね。そうだな。金がかかるな。防衛費というのは、いつだって高いものです。備えておくことに意味があるわけですね。まあな、実際、略奪者は来るんだしな。第2エリアを鋭意制作中だ。すでに建物があるようですが、拡張の都合上、どうしても人口を増やす必要があってな。先行して住んでもらってる。いつ襲撃があるかわかりませんから、早めに完成させてあげましょうね。おうよ。略奪者以前に、下のせいで食糧危機に襲われてるぜ。畑の収量が減っちゃいました。でもそれより何より、作物の設定が悪かったんじゃないですか？それは大いにある。製粉してパンにしないと食べられない、小麦を作っちゃったからな。いろいろ試していたとはいえ、バッチリ霜とぶつかってしまった。備蓄は1ヶ月分。今こそ、BDF さんたちの本当の力を見せる時ではないでしょうか。おお、確かに。ぜひとも本領に打ち込んでくれたまえ。狩猟だけじゃなくて、製粉職人さんとパン屋さんにも頑張ってもらいましょう。風車の人員を2名体制にしたぜ。ガシガシ引いてけ。
風がないとどうしようもないですけどね。そこは問題ない。風がなければ手で回しているようで、一定の生産速度を維持している。それはすごい。一方、こちらはパン屋さんです。朝が早いことで有名ですね。本当にな。たまに、未明の時間に散歩したりすると、申し込みを始めてるよな。頭が下がるぜ。美味しいパンをいつもありがとうございます。私は揚げパンが好きです。シナモンついてるのいいよな。きな粉以外は認めません。あ、そうなんだ。なんとか春を迎えたぜ。野菜類は枯渇。肉とパンで、冬を乗り越えたな。PDF の皆さんも大活躍でした。こんなタイミングで襲撃がなくてよかったですね。まったくだ。食料生産が止まったら、かなりの犠牲者が出ただろうな。そんなわけで、甘畑でも冬の前に豆を作ることにした。繊維がなくても死にませんが、食料がないと死にますからね。メインの畑はどうしてますか？まずは収量の多いキャベツを生産する。その後はカブとか豆とか小麦とかだ。また小麦を作るんですね。パン屋までの流れが機能することが分かったからな。今回の冬は、パン作りのいい実験になった。村人さんの生命をかけた実験はどうかと思いますが、好きでやったわけじゃないって。エリアも広がるし、こっちにも畑を作っておこう。それがいいですね。不足することに比べたら、過剰生産どんとこいです。だな。ギリギリは懲りた。食用といえば、牧畜も初めて見てるぞ。あら、牛さん。しかも子牛さんもいます？ああ、今年生まれたばかりの子牛だ。しばらくは頭数を増やしていって、数が揃ったら、食肉加工を始めよう。我が社への支払いは、ビーフステーキなんてどうでしょう？それもいいな。定期的に送ってもらうか。付け合わせは、ビーバーさんのところで作ってる人参のグラッセです。ああ、よだれが止まらない。ステーキの話に釣られたのか、また略奪者たちが来たぞ。私のお肉はあげませんからね。しかし、数が多いな。回を重ねるごとに増えていく。バルティア共同体の知名度が上がっているのかもしれません。移住者はともかく、襲撃者が増えるのは困りものだ。この村に害をなす連中には、できるだけ不幸になってもらうことにしよう。PDF さんたち集合、攻撃を開始しますよ。略奪者たちが近づいてきた。壁を攻撃されているようです。あ、矢倉の射程外。まんまとカバー漏れの箇所を狙われたな。頭のいい奴らだ。一部は門の方に向かっているようです。そいつらは矢倉で対応できるだろう。砦を襲撃している部隊もいますね。先に砦を沈黙させようってことか。悪くない戦術だ。しかし、どうせやるなら人数をばらけさせない方が良かったですね。だな。一気に壁を崩すか、一気に砦を落とすか、どっちかにすべきだ。門の前で、PDF さんとの戦闘が始まりました。矢倉の支援もあるから、なんとかなるだろう。いつの間にか、壁を抜かれてます。PDF、体型を整え直せ。奴らを食い止めるぞ。矢倉を落とそうとしてますね。なら時間を稼げるな。あ、でも一部、村の中央へ向かいます。なんて統率の取れていない連中だ。PDF さんたち、再集合しました。よし行け。生きて返すんじゃないぞ。矢倉を攻撃している人たちは、ほぼほぼ撤退しました。あとは村に侵入した奴らだな。略奪品を持って引き返してきますよ。させるか、奪い返せ。撃破。よし、こいつ、陶器を盗もうとしてやがった。割れてないといいですね。もう一人戻ってきます。いけいけ、あいつにとって、この村があの世だ。ここに踏み込んだ時点で、現世と離別していることを教えてやれ。一般の村人さんも攻撃に参加しています。村人総出での防衛。私は今、バルティア共同体の真の強さを見たぞ。村の人たちが襲いかかってくるなんて、ちょっとしたホラー映画ですね。怖さが増すから、みんな笑顔で攻撃しようぜ。笑いながら追いかけられるの怖い。この人で最後です。勝負あったな。PDF 隊員さんがスパッと決めて、颯爽と歩き去っていきました。かっこいい。撤退完了。村人の死者はなしだ。怪我人の手当てと、傷ついた建物の修理を急げ。それでは、バルティア共同体の結束を確かめたところで、今回はここまでです。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、白霊統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。第2エリアができたぜ。
お、これで拡張していけますね。ああ、と言っても、食料生産能力を超えるわけにはいかないけどな。現在の人口が150人。今の食料生産能力だと、何人ぐらいまでいけそうですか？200人ぐらいかな。今後の拡張プランとしては、この湖を囲むようにして発展させていきたい。湖のそばならば、水分とお魚が手に入りますからね。あ、私いいこと思いつきましたよ。何？この湖に、お肉がたくさん取れる大きなお魚を放しましょうよ。そのお魚が繁殖すれば、住民たちの食料源にもなるし、交易で売ることもできます。海外からの釣り客を招いてもいいかもしれませんね。そうして、在来種は食い尽くされ、漁業が立ち行かなくなり、湖の周りには外国資本の工場が立ち並び、住民たちは安い労働力となる。魚肉の代わりに、外国からは武器が供給され、治安は最悪。えらく具体的な未来予想ですね。映画、ダーウィンの悪夢を参照よろしく。ま、必ずしも事実ではないという意見もあるようだけどな。外来種持ち込みはやめた方が良さそうですね。だな。よし、ディアさん行ってみよう。準備ができましたか？ああ、鉱石度を上げて、小屋を住宅にするのは、なかなか大変だったが、公園を作りまくって、近隣住民に納得してもらった。近所に公園がある環境は大事ですね。もっとも最近は、ボール遊び禁止の公園も増えていますが、よたよた歩きの用事の周りで、小学生男子がボール蹴りまくってるのは、確かに怖いけどな。近隣住民からのクレームもあるようですね。役所の人も大変とは思いますが、より良い形での公園利用ができればいいですね。まったくだ。落とし穴作って、友達をはめるぐらいのことはしたいよな。こういう人がいるから厳しくなるわけです。工事完了。作れるものが増えたはずだ。早速確認してみましょう。劇場。娯楽施設は欲しいですね。ここの住人は、軍事強化したいと言っている割には、あまりストイックではないよな。基本的には、身の安全を図りたいという願望から出ている要求ですから、うまくコントロールしてあげましょう。そうだな。瓶詰めやチーズも作れるぞ。保存食はどんどん作りたいですね。食料をダメにするのは辛いです。お、ビールが作れる。私たちは未成年だから飲めませんけどね。え、そうだっけ？え、違うんですか？そうそう未成年だった。ですよね。石造りの壁も扱えますよ。木製の壁じゃ不安だからな。おいおい石にアップグレードしていこう。ざっと、こんなもんですかね。よし、作っていこう。その前にこれを見てください。おお、金鉱石。こっちにもありますよ。金山どころか金山です。現金収入万歳。金があれば、交易で服や武器が買えるな。いざという時の食料調達も可能ですね。商人さんがいればですけど、たまに立ち寄ってくれるだけだもんな。常駐してほしいぜ。天然痘が発生した。天然痘は有名ですね。確か、人類が根絶させた病気だとか。他にも、イギリスとアメリカの原住民の戦いで、イギリス側が天然痘ウイルスがついた毛布を送り、人口を激減させた、なんて話もあるな。それだけ伝染能力と致死率が高いんですね。ああ、危険な病気だ。広がらずに収束してくれるといいんだがな。天然痘にかかっていた、ボリック君が亡くなりました。残念だ。しかし、他に天然痘患者は出ていない。よくはないが、せめてもの凝固と考えよう。はい、今のところの死者は5名です。死因は、解熱病、怪我からの可能などなど、やはり犠牲なしとはいかんな。しかし、凹んでいる時間はない。また略奪者が来たぞ。人数がどんどん増えていきますね。前回は、櫓のフォローのないところから侵入されましたが、今回はいかがでしょう。しっかりと櫓を立てておいた。隙間はないはずだ。ならば迎撃体制は万全ですね。いざ勝負です。早速攻撃を開始しているな。一名撃破、順調ですね。続いて本体が来るぞ。壁が耐えてる間に、数を減らすんだ。PDF 隊員たちにも集合かけておいた。墓地へ集まってくる予定だ。ちょうど迎撃するのにいい位置にありますからね。死者の思いを乗せた矢を食らわせてやりましょう。む、どうしました？墓地で待機しておいてほしいのに、門の方へ向かっちゃう。やる気に満ちているんですね。それはいいんだけどさ。こっちにも戦術って門があるじゃん。壁が破れてなだれ込んできたところに、矢を追いかけてほしいんだよな。普段、鹿さんや熊さんを相手にされているから、人間相手の経験が浅いのではないでしょうか。勢い任せに突っ込ませるべきか、頑張って抑えるべきか。なんて話をしているうちに壁が破られました。ゴーゴーゴー、そのやる気を見せつけてやれ。PDF 隊員さんたち、戦闘開始します。うむ、もはや、なぜ接近戦するとかは問わん。一名、戦わずに退却を開始しました。おじけづいちゃった？
どうにも、こいつらは行動にムラがあるな。一般人ですから。まあな。あ、残った隊員さんが戦死されました。おう、この人数差で戦うとそうなるか。申し訳ない。仲間を殺されたことで、マローな隊員が発奮したようです。しかし、ヤグラからの援護も意外と貧弱ですね。もっと防衛に金をかけるべきか。金鉱石を見つけたわけだしな。そうですね。なんとか追い払うことに成功しました。よし、壁とヤグラを集中して強化していこう。まずは兵舎を作る。ついに本格的な軍人さんが雇用されます。とはいえ、兵士を戦闘の中心とするには、かなり金がかかる。ここはブレずに、壁とヤグラを中心に構築していこう。では、兵舎もいらないのでは？だって、兵舎を作らないとヤグラがアップグレードできないんだもん。次は壁の強化だ。木製から石に変えていこう。すべてを作り変えるのには、かなり時間がかかりそうですね。ああ、これが終わるまでは、他のものは作らない覚悟だ。次の襲撃までには終わらせたいからな。兵舎ができたぞ。お、初めての職業軍人さんですね。一人しかいないけどな。シドモン、16歳だ。ちょっと若すぎませんか？何、16歳なら立派な大人だろう。期待しているぜ。なるべく櫓で肩をつけましょうね。そんなこんなで、防衛費にかなり金がかかる。そうでしょうね。それを賄うために、市場をグレードアップしていこう。市場を進化させると、税収も増えるんですね。取り立てが厳しくなるのかな？気づかれないように、うまい具合に数円ずつ巻き上げるんじゃないか？それも嫌ですね。これを見てもわかるように、強い軍隊というのは、強い国力があってこそだ。軍事ありきでコミュニティは成り立たんよ。それはもう、村の人たちもわかってると思いますよ。強い力のための強い生活、それを一緒に作っていきましょう。じゃあまず酒場な。なんでお酒ですか？強い力のための強い生活のためには、強い酒を飲まねばならない。そんな話初めて聞きましたよ。ま、それは冗談だが、たまには飲み会とかしたいじゃん。そうですね。飲み会も続くと面倒に感じることもありますが、たまには。いやいや、私は未成年ですから飲み会なんてやったことないです。もちろん私もだ。また略奪者さんたちですよ。壁のグレードアップが間に合わなかったぜ。しかし、この位置なら2箇所の櫓から攻撃できるはずだ。1箇所からしか攻撃できてませんね。なんで？どうやら、もう片方の衛兵さんは雇用されたばかりで、今武器を探しに行っているようです。なんてこったい。第2エリアの櫓は作ったばかりだから、そういう意味でも準備が整ってない。いい感じで急所を狙われましたね。なすすべもなく侵入されました。PDF 隊員さんが、お一人で頑張ってくれています。やばいと思ったら逃げてくれ。略奪品はまた作れるが、命は取り返しがつかないからな。各方面から衛兵さんを呼び集めていますが、到着が間に合わないぐらい、速やかに突入されてしまいました。門の耐久度も問題ですね。だな。壁と合わせて門も強化するつもりだ。PDF 隊員さんたちと兵士のシドモンさんが、逃げる敵さんを追撃しています。数がまとまればそれなりに戦えるんだよな。いつも集合しきる前に侵入されちゃうから、一人や二人で戦う羽目になる。村の中の道も考え直す必要がありますね。あとは壁で集合時間を稼ぎたい。まずは、一通りアップグレードしきっちゃおう。話はそれからですね。じわじわと壁が石になっていってるぞ。時間かかりますね。ま、こればかりは待つしかない。作業員諸君に頑張ってもらおう。また内なる敵さんが牙を剥き始めました。天然痘か。今度は何名かに広がっています。まだ大規模な流行にはなっていませんが、死闘してってわけにもいかないしな。癒しての案で、なんとか隔離してもらおう。大流行したら対応しきれませんね。防衛方面が落ち着いたら、アップグレードなり数を増やすなりしたいところだ。うちも外も大変です。落ち着く日は来るのでしょうか？さてな、最善と思われる選択をし続けるしかないぜ。襲撃来ました。よし、アップグレードが完了した墓地方面から来たな。まだ櫓はそのままですけどね。戦闘員を集めるぐらいの時間は稼げるだろう。PDF 隊員と衛兵たちは、墓地へ集合。敵を迎え撃つぞ。櫓からの攻撃が始まりました。せめて二人体制にしておけばよかったが、村の拡張によって、防衛正面が広すぎるんだよな。すべてに備えようとすると、経済的に破綻するんですよね。そのあたりも考えていきたいが、今は戦闘に集中しよう。はい。しかし、毎回同じ場所を狙いに来ますね。ここが突破口になると認識されちゃったんじゃないか？そんなに甘くはないと思い知らせてやれ。どんどん矢を放ってください。一人追い払えば、それだけ楽になりますから。突入されました。今度は BDF や衛兵たちが集合できたぜ。
切り合いが発生していますね。あら、衛兵さんたちが逃げていく。おいおい、一般人の BDF が頑張ってるのに、なぜ逃げる？兵士さんじゃないからですかね。衛兵さんは、あくまで櫓から攻撃するのがお仕事ということかもしれません。そこはもうちょい頑張ってくれよ。BDF 隊員さんが戦死し、かなりの人数が侵入しました。衛兵さんは櫓に帰ろうとしてますね。持ち場に戻れとは言っていない。目の前の敵と戦ってくれ。なんだ？私の指示が悪いのか？かもしれません。丁寧に、お一人ずつ指示を出す必要があるのかも。ほら、戦ってくれる人もいますから。この人数で、一人一人に丁寧な指示など出せるか。兵士さんなら、また動きが違うかもしれませんよ。今回も持っていきたいものは持たせてやれ。命の方が大事だ。略奪者さんたちの台所みたいになってますね。屈辱だ。次こそは撃退してやるからな。はい、というわけで、次回の襲撃に備えて、ガッチガチの櫓を作っているところを見ながら、今回はここまでです。櫓もアップグレードしたし、二人体制にした。壁も二重になった。金のある限り、こいつを作って次回の襲撃に備えてやる。引き続き、我が社をよろしくお願いしますね。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、白霊統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。前回は、略奪者さんに好き放題されましたね。今回こそ、我々の本気を見せてやる。金と石が続く限り、防衛設備を増強していくぞ。具体的には、今見てもらっているように、壁の一部を突出させて、かつ壁を二重にした中に櫓を移動する。デジロ、というほどの突出ではないんですね。完全に突出させることも考えたんだけどな。敵にスルーされて射程外に行かれると効果が薄い。なるほど。村の壁や門を破ろうと頑張っているところに、矢を浴びせ続けたい、ということですね。そうだ。そして可能な限り、櫓のアップグレードも進めていく。また、二人体制で駐留するシフトにしたい。お金がかかりますね。そうなんだよ。だから、防衛設備を整えながら、同時に内政も進めて、税収を増やす必要がある。村人さんたちも、開始初期の混乱期を脱して、内政と防衛の関係性を理解してくれています。必要と思うことを指示してほしい、と連絡がありました。よっしゃ、バルティア共同体一丸となっての防衛能力、全力で引き出していこう。はい。早速敵襲です。方向は？墓地方面ですね。OKOK。そっちはよく攻められるから、優先して強化済みだ。櫓についてですが、アップグレードは済んだものの、残念ながら、二人シフトになっていなかったようです。何を？どうやら、お一人病気か何かでお亡くなりになって、補充がなかったようですね。人員不足の部署は声上げてよね。我慢しちゃうと気づけないじゃん。人手が足りないという声ばかりになっても困りますけどね。とにかく人件費は重たいです。まあな。さ、突出櫓の効果はどうかな？前回は、ここから壁を破られましたが、壁が二重になっているせいか、狙われなくなりました。門の方へ向かっているな。今のうちにダメージを与えるんだ。いい感じに十字砲火になっています。増強した効果あり、税金が無駄になっていないって気持ちいいな。戦争しないのが一番ですけどね。そりゃそうだ。敵さんが門に到達しました。破られるなよ。こっちは、それこそデジロを作っただろう。どんな感じだ？お家に戻っていた衛兵さんが駆けつけたところです。なんと、でも、敵をかいくぐって持ち場に着こうとしてくれているんだな。単身で突破するとは、とても勇気がありますね。デジロからの攻撃も始まりました。おっと戦死者が出ている。BDF 隊員はとにかく切り込むからな。どうしても犠牲が出てしまう。なるべく、櫓だけで決着つけたいところですね。だな。デジロの門が破られそうです。が、その先には櫓本体が待っているので、問題ないでしょう。敵が退却を始めた。士気がくじけたか。村の門の損傷は半分ほど。まだまだ持ちますね。勝負あったな。はい、撃退に成功しました。と思いきや、結構頑張られてます。この人数で押し入ったって、村人に包み殺されるだろうに。それだけお腹空かせてるのかもですね。ようやく退却してくれました。よしよし、片付けをしよう。片付けをしつつ、家具屋を作ったぞ。タンスとかテーブルとか作ってるんですかね。多分な。家具は贅沢品とみなされて、税金をかけることができる。各家庭に広まれば、それだけ税収が増えるぞ。税金かかるならテーブルなんかいらねえや。っていう人はいないんですかね。戦時国債みたいなものじゃないか？戦力増強は将棋の級だからな。すべてを切り詰めて国債を買いましょう。なんか、特に日本人はアレルギー起こしそうなお話ですね。愛国心の強要をする気はないけどな。
しかし、ここの住人は放浪する苦しさを知っている。家具が無理なら、ろうそくの一本でも買っておくれ。もしかしてろうそくも、税金対象だ。生活必需品に税金かけるとは無謀。一応扱えないのが残念だ。地下貯蔵庫を、レンガ作りにアップグレードしたぜ。これで食品も長持ちしますね。廃棄が減るのは素直に嬉しい。頑張って作っても、腐ってしまうと労力の無駄だもんな。かけたコストの分だけ、住人の健康状態に反映したいぜ。樽も、保存に一役買ってますね。それまで、どうやって置いてたんだって話だけどな。地面に直置き？新聞紙ぐらい敷いてたんじゃないですか？日刊バルティアとかな。そのうち、バルティア農民新聞とか設立されそう。なんてアホな話をしているうちに、すべての壁が二重になったぞ。おお、これで防御力が倍になりましたね。出城まで石になってます。ただし、近隣で産出する石をほぼ使い果たしたがな。ここから先の石の入手は、交易に頼ることになる。防衛のためには仕方がないですね。なるべく、税収に頼らずに金を賄うようにしないとな。お蚕様で軍艦買うようなことをしたい。2キロ戦争ですか。ほい、次。インフラを整えよう。インフラといっても、水道や電力網なんてありませんけどね。そう、道のことだな。目抜き通りだけアップグレードしてあったが、すべてを対象にしよう。道のアップグレードに必要なものって何です？これも石だな。石って大事な資源なんですね。そりゃあもう、人とは250万年来の付き合いだ。人は石器を使うことによって、肉の入手効率が上がり、脳を大きくしていった。脳が大きくなったから石器を使い始めた、ではないんですね。ああ、だからみんな、石が好きだろ？砂利道とか見ると、寝転がって血まみれになりたい衝動に駆られないか？私は駆られない。誰の何を試してるんですか？道のアップグレードが終わったから、次行ってみよう。これは、畑ですか？村の中の畑は、適当に作ってしまったからな。札すらないから、鹿に食われ放題だ。まあその鹿を食うわけだが。郊外に作り直したってことですね。でも、略奪者さんに襲われません。奴らが刈り取りしてくれるとは思えないんだよな。だから畑は郊外に作って、収穫物は村の中に保存するというのを試してみたい。なるほど。略奪者さんは、畑に火を放ったりしませんからね。いけるかも。だろ？噂をすればお客様です。へいらっしゃい。新鮮な矢を取り揃えてるよ。穴を開けたい体の部位はどこだい？今回も墓地方面からですね。一番守りの固い場所です。よしよし、みんなで築き上げたものを見ていこうじゃないか。順調に迎撃しています。村人がパラパラと混じってるな。遠くまで石を集めに行っていた人たちですね。無事に逃げ延びてください。どうやら別動隊がいたようです。こちらは第2エリアの湖方面。全滅させずに。こっちの門は突出櫓に挟まれてるからな。少ない手勢じゃ無理だろ。効果を確かめられて嬉しいです。ああ、私もだ。墓地方面は、以前何度も破られた壁が攻撃されています。でも石にしたので、全く歯が立っていませんね。門の前まで到達できた奴はいないな。ですね。最後まで頑張っていた人も引き返していきます。よし。鉄山層崩れ、生存者は数えるほどだと思われます。打ち方やめ、矢がもったいないからな。あら、シャレオツな矢を背中に突き立てるとか言わないんですか？だって打ち取っても意味ないんだもん。甲冑を引っ張らせるわけでもなし。オーナーも大人になりましたね。私はいつまでも少女だぞ。私だってそうですとも。お、新顔の商人だな。交易所をアップグレードしたことで、新しい商人さんがいらっしゃるようになりました。ほほう、何を扱っているのかね？樽がありますよ。買いだ。食料の保存能力に直結するから、全力で買いだ。はい。では30個ほどいただきましょう。こちらはアラビアンな感じのマスケさん。スパイスを扱っています。これも買いだ。スパイスも贅沢品で、税金をかけられる。買えるだけ買っておいてくれ。了解です。と言っても高額なので、あまり買えませんが。金と同じ重さってやつだな。買えるだけでいいよ。はい。郊外の畑ができたぞ。今回はちゃんと生垣で囲んであるから、鹿の食害は受けないはずだ。電気柵でも使いたいところですね。まあ、太ったエンジニアがシステムダウンさせて、みんな逃げ出すわけですが、ジュラシックパークじゃないから、ティラノは動かなければ大丈夫とか、名前の響きだけで、ディノニクスをベロキラプトルに変えちゃったりと、いろいろと嘘は多いけど、映画館のスクリーンで、動く恐竜を見た時の衝撃は忘れられないな。すごくリアルですからね。というわけで、そのうちこの村でも、観光用として恐竜園でも始めましょうよ。それはもうやってるとこあるから。酔っ払いが暴れているとの通報がありました。
酒場を作ったからには仕方のないことだな。次行こう。見切り早すぎません。酒場経由で税金を納めていただいているから、周りに迷惑かけないなら、好きに暴れてくれ。本人たちが楽しいのならそれでいい。そうですか。はい、敵さんです。今回は畑方面からやってきました。おう、どうしました?畑方面の防衛設備は、まだ間に合ってないんだな。壁は二重になっているが、櫓を突出させていない。かつ予算の都合でアップグレードも無駄だ。あらあら、ここから左、出城の方向に行ってくれるといいですね。そうだな。ちょっとだけ出城方面へ向かいました。残りは直進。く、仕方がない。できるだけのことをしよう。あ、畑の生垣が荒らされてます。生垣壊したって何にもならないじゃん。なんでそんなことすんの?お仲間をやられた腹いせじゃないですか?畑を焼かれないだけいいですよ。でも郊外の畑も、木の壁で覆うぐらいした方がいいかもしれませんね。検討する。兵撃が始まっています。二人体制にはしてるんだけど、アップグレードしていないから貧弱だな。そして、隣の櫓の射程が門に届いていません。これじゃ十字砲火ができない。BDF 隊員に頑張ってもらおう。だけど、略奪者さんの数が多くなってきましたからね。もはや、数人しかいない BDF 隊員さんでは太刀打ちできませんよ。ごもっとも、設備で対応できていない、私の責任だな。しかし、敵さんも的確に弱いところをついてきますね。手を抜くとバレるわけだな。一方こちらは出城方面、安定の硬さです。こっちは問題ないな。畑方面に集中しよう。二枚目の門が突破されようとしていますよ。敵の数が多い。対してこちらの手数が少ない。こうなると、取れる手が限られちゃうよな。門が破壊されました。BDF 隊員さんたちが駆けつけますが、多勢に無勢です。だよねー。兵士の数を増やすぐらいなら、櫓の数を増やしたいしな。大怪我しないうちに引いてくれ。欲しいものはくれてやれ。はい。では、手抜きをするとこうなるという光景を見ながら、今回はここまでです。櫓の位置調整や、突出部を作るぐらいなら金がなくてもできたな。反省だ。引き続き、我が社をよろしくお願いしますね。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。前回に引き続き、防衛力強化ですね。ああ、金鉱石を採鉱しているとはいえ、前回までは税収が赤字にならないように気をつけていた。それは大事なことです。中東各国だって、石油がいつまでも産出できるわけじゃないことを分かっていて、クリーンエネルギービジネスを展開したりしてますからね。そうだな。しかし、私は間違えていた。ほう?金はあるだけ防衛費に注ぎ込む。医師や食料備蓄のための樽、もっと生産量を増やしたいなと思っている靴など、すべてを金で解決し、浮いた作業リソースで、櫓や壁を最速で建設していくぞ。おう、戦時下という気分になりますね。いつまでも略奪者の餌食にはならない。そろそろこちらから反撃、ができないのが辛いところだが、とても借りにくい相手として認識させてやろう。だけど、いつまでも金鉱石だより、というわけにはいきませんよ。もちろんだ。しっかり迎撃能力を得た後に、内政に着手していこう。ティアも先に進めたいしな。そういえば、未だに劇場作ってませんね。私、座席でのけぞりながら爆笑する日を待っています。お笑い劇場じゃねえよ。オープニングで軍事優先なんてことを言ったのに、今の生活に満足している村人も多いみたいでな。あら、お家の改築ですか?そう、住宅から大きな住宅に建て替える映画で始めた。人口と税収が増えますね。大変素晴らしい。でも食料はどうなってます?郊外に作った畑が軌道に乗ってきたから、余るほどではないが、足りなくなるほどでもない。本当は余るぐらいがいいんですが、今は仕方ありませんね。だな、防衛方面が落ち着いてから着手しよう。略奪者襲来だが、さらっと行くぜ。なんかこう、モリモリしてますね。割と整っている墓地方面なんだが、こう数が多いと裁ききれなくてな。すっかり昨日を忘れていた中央集会所の鐘を鳴らして、全力で矢を浴びせかけたが、それでも足りず、門が突破される。あらら。あわや集会所がやられるかと思ったが、意外と頑丈でな。みんなの頑張りで、ようやく追い払うことに成功した。こっちは出城があるのに、こんな状況なんですね。櫓をアップグレードしていないことが敗因だったと思われる。こっちはしばらく大丈夫だろうと、別の方面を優先してたからな。どこから来るかわからない以上仕方ありませんね。次の襲来までには準備万端整えておいてやる。怪我を治してまた来いや。いやいや、再来を促さないでください。ということがあったので、墓地方面の出城をアップグレードした。
奥に建設途中の壁がありますね。あ、そうそう。やはり、高所からの攻撃は威力が高い。こっちにはせっかく丘があるんだから、もう一つ櫓を作ろうと思ってな。他の方面とは違うデザインを作っている最中だ。なるほど。斜面の建設は大変そうです。そりゃもう、何度も整地しながら進めてるぞ。余計に時間かかるけど、それだけ堅固なものになると信じてるぜ。堅固って堅固じゃなくて堅固って読むのな。動画と無関係な発見をしてるし。その他の方面はこんな感じ。前回から引き続き、突出櫓ですね。櫓部分の壁は二重にできてないけどな。それは後にして、まずは最低限の迎撃能力だけ作っていっている。門は、常に2箇所から攻撃できるようになってますね。門はどうしても急所になるからな。逆に言うと、敵がそこをめがけてやってくる場所だから、集中砲火を浴びせたい。門を破壊されるか、敵さんを撃滅するか、そこが勝負どころですね。では敵で検証してみよう。検証なんだか本番なんだか、畑方面から来ましたね。前回突破された場所だからちょうどいい。突出させたデザインと、アップグレードした櫓の威力を見ていこう。すでに右の櫓が、敵さんを撃退し始めています。お仕事が早い。アップグレードしたことで射程が伸びてるから、敵の位置が遠い段階から攻撃できる。そして見よ、この十字砲火。バッタバッタと倒していっています。ああ、BDF 隊員さんは壁の中にいてください。危ないですよ。もはや BDF は不要だな。はい解散。あっさりしすぎてひどい。とまあ、こんな感じで効果を確認できた。素晴らしい。まだすべての作り替えが終わっていないので、引き続き作業していこう。はい、防衛の目処が立ってよかったです。さて、買い物をしよう。あ、ここは私に任せてください。ほいどうぞ。ふむ、アトカさんは道具を31ゴールドで売っていますね。そうみたいだな。道具は生産効率に関わるから買っておくか。静かにしていてください。はいすいません。スコーブさんは道具を36ゴールドで買いたいと。つまりアトカさんから購入し、これをスコーブさんに売ると、50ゴールドのキャピタルゲインが得られました。デイトレーダーの輝く瞬間ですね。いや、普通に道具が欲しかったんだけど。そんな小銭稼ぎもしつつ、ようやく防衛設備が整ったぜ。おや、出城が繋がってる。門にたどり着くためには画面右側へ大きく迂回する必要がある。正面突破する気なら櫓2つが相手になるぞ。これはもしや壁で敵さんの侵入路をグネグネさせる作戦。あ、その通りだ。ぶっちゃけルシアのところの敵より賢いから、どこまで有効かわからないけどな。というか、有効すぎるとまた全てがグネグネしていくから、ほどほどの効果であってほしい。なんてわがままな。まだちょっと作りかけだが、櫓周囲の壁も二重にし始めた。これが完成したら、防衛方面は一旦落ち着くはずだ。たくさんのお金と時間を使いましたね。あと犠牲な。特に BDF 隊員たちは、体を張って村を守ってくれた。チームとしては解散したが、その誇りを持って生きていってほしい。もうすっかり過去の存在に。さて、壁作りはまだ途中だが、食料事情にてこ入れしよう。畑を増やしますか？野菜と穀物は足りているからな。村人たちが望んでいるのは、肉と果物だ。牛さんですね。そういえば、住宅から大きな住宅にアップグレードするには、食事のバランスも重要だと聞きました。ああ、野菜ばかり、肉ばかりでは住居を大きくすることはできない。野菜、肉、果物をバランスよく食べることによって、家を改築する体力と気力が湧くのだよ。あれは DIY でやってたんですね。次は果樹園だな。リンゴ狩りとかブドウ狩りとか楽しいですよね。イチゴ狩りやってるところも各地で見かけるぞ。水耕栽培で、そのままちぎって食べられますというところから、土耕栽培なんだけど、それをシートで隠し、水耕栽培風にやっているところまで、様々だ。農家さんも大変なんですよ。別にディスってるわけじゃないけどな。同じ商売を始めた場合、接客能力なんかで差がつくよなって思ってさ。やっぱりディスってません。略奪者さん、いらっしゃいました。どの方面だ？墓地方面ですね。よっしゃ、グネグネの効果を見ていこう。グネグネ以前に、まっすぐ門に向かう方向から来ましたね。まあいいさ、アップグレードした出城の餌食にできる。迎撃開始。ここまでは、いつものパターンですね。そうだな。おや、こっちから進撃してきた部隊もいるようです。なぜ戦力を分ける？別動隊と喧嘩してるの？彼らも一枚岩ではないようですね。こちらとしては、ありがたいことです。よしよし、新しく建てた櫓も、ちゃんと仕事してるな。こっち側だと、高さが変わらないから、あまり威力出せませんけどね。門へ直行するのを防いでくれないさ。ここから門へ行こうとすると、どうしても低い場所を通るしかないからな。
その時が本領発揮だ。ですね。こちらは門側からの視点、何人かは到達しちゃいそうですね。なんの、門の前こそが、最大火力を出せる場所、地獄へようこそだ。敵さん、壊滅。からの全滅です。オッケー、デジロバージョンには、とても有効だと証明できた。満足だ。湖側の櫓に取り付いている人たちが、ちょっといますが、無謀もいいとこですね。平地の櫓は威力が弱いな。でもまあ、こっちは敵を分散してくれれば十分だ。はい、戦力を集中させられるのが、一番対応しにくいですからね。そうなんだよな。敵は数が多いから、その有利を利用するなら、戦力の集中をすべきだ。いつまでも仲悪くしていてほしいな。はい、終了。お疲れ様でした。さて、畑を郊外に移動したから、空いた場所に何か作っていこう。何がいいですかね？結構、足に怪我をする村人が多いんだよな。靴屋はあるけど、生産量が追いつかないようだから、靴屋を追加しよう。足は大事ですね。歩けないと大事です。本当にな。膝の靭帯損傷と、ふくらはぎの肉離れを同時にやったことがあるけど、あまりの激痛でしばらく歩けなかった。トイレに行くのも死ぬ覚悟だったから、二度とあんな思いはしたくないな。死瓶とかは？絶対に嫌だ。靴屋さんの建設指示を出しておきました。次はどうしましょうか。そうだな。防具屋をまだ作っていなかった。これも作っていこう。兵士さんが少なければ購入で十分ですもんね。ああ、でも今後どうなるかわからないからな。装備はあるに越したことはないですね。大変ですよ、オーナー。粘土が枯渇しました。あ、そうなの。別の場所を探さないとな。ないです。ないとな。粘土を取れる場所は基地のエリア内には存在しませんでした。ええ、粘土なんて、そこら辺にあるだろうよ。小学校で穴掘ってたら、当たり前に出てくるだろ。なんで小学校で穴を掘るのかわかりませんが、この時は、あまり粘土層がないみたいですね。石に続き、粘土も購入対象となりました。なんてこったい。ますます税収への依存度が上がっていくぜ。はい、改めてお金の大事さと万能さを噛み締めつつ、今回はここまでです。最後に彫像作っとこう。1800ゴールドですと、金の彫像でも作る気ですか？金ではないが、村人のテンションが上がる人物のものらしい。第二エリアにはすでに一つ作ってあってな。これなんだけど。誰？歴史上の将軍か誰かかな？ここの住人受けがいいなら、大勢側ではない人物なんだろうけどな。スパルタか素敵な人ですかね。かもな。では、きっと偉いと思われる人物の彫像を見ながら、お別れですよ。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、白霊統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。第1エリアと第2エリアを分けていた、壁を取っ払うぜ。防衛のために残してありましたが、もはや不要ですからね。むしろ交通の障害にしかなってないな。そして、これまで村と呼んできたが、町へ格上げさせてもらう。村と町の違いって何ですか？日本の場合は、人口で法律によって決められてるけどな。多分この世界は、農村かそうでないかの違いじゃないかな。農業はしてますけどね。でも交易で株を売って、現金を得ていたりもするから、商用のウェイトも大きくなってきた。そういえば、ぼちぼち我が社への支払い方法も決めてもらわないとな。そうですね。私としては、最終的な住民さん全員から、遺伝子情報をいただいてもいいですが、反対。おや、なぜ？それじゃ支払いへの責任感が軽くなる。しっかり頑張って支払えるようなものでないと、目指すものがなくなっちゃうだろ？それは確かに。では、たまにはシンプルに、金での支払いにしましょうか。額面は追って決定するということで。そうしよう。ちなみに、町の運営主体として、バルティア共同体という組織は残るからな。途中でタイトルが変わったりしないぜ。誰に言ってます？気にすんな。まずは劇場を作るところから始めていこう。ついに爆笑劇場が爆誕しますね。だからお笑いじゃないって。どこにしようかな。公的度の影響範囲が広いですね。村、元い町の向こうの方まで、公的度がアップしますよ。それだけ期待されてたんだな。襲撃にかまけて、なかなか着手できず、申し訳なかった。それはそれで、人命に関わることですから仕方ないです。が、これだけ上がるなら税収のためにも、早く作っておいてもよかったかも。そうだな。毎月の維持費、30ゴールドにビビっていたが、税収で賄えたかもしれないな。建設指示完了です。出来上がり待ち。楽しみだぜ。略奪者さんたちですよ。51人か。だいぶ多いな。どっち方面からの攻撃だ？安定の墓地方面ですね。
これだけ攻められてから言うのもなんですが、略奪者さんたちは同じ方向から来てません。確かに、大体墓地方面か、畑方面だよな。以前、第2エリアを攻められたこともあったが、その1回だけだ。何かを目指してる？墓地方面にあるものといえば、中央集会所と交易所ですね。襲いたくなる建物ではあるな。敵の狙いが特定できるなら、矢倉10本分ぐらい有利になる。墓地方面の防衛能力を意識していってみよう。はい。はい、完了。敵さん全滅です。まだ逃げてるのがいるけど、未来はわかっていますから、ウォーキングデッド的な？それを言うなら、デッドマンウォーキングじゃないかな。いずれにしても私は言いたい。お前はすでに死んでいる。次行くよ。間もなくこけら落としだ。住人たちがその時を待ち構えて、いたりはしないが、心の中では待ち構えているはずだ。完成です。おめでとうございます。次は活動写真でも欲しいところですね。次の要求早すぎるよ。そういえば、映画のことを活動写真と呼んだのはわかりますが、キネマって何です？シネマが訛ったもの？活動写真と呼ばれていたものが、次第にシネマやキネマと呼ばれるようになっていったんだけどな。シネの文字が気持ち悪がられて、キネマで定着したらしい。昔の人は繊細だったんですね。今ではシネなんて挨拶代わりなのに。んなわけあるか。言ってよし。そんなことより、劇場の完成に気合が入ったのか、住宅を改築する住民が増えたぞ。すごい意欲ですね。改築まで至らない住宅も、隣に公園でも作ってやったらその気になりそうだ。どんどん娯楽を提供して税を巻き上げましょうよ。パンとサーカスってやつですね。使いどころを間違っている。政治的な視線をそらすという意味では合ってるのかな？はい、いらっしゃいませ。来たか。どっち方面から来てる？畑の方向ですね。やっぱり、こっちの方向から来るんだな。そういえば畑の周りは木の壁で囲っといたぞ。早速壊されそうになってますよ。それは織り込み済みだ。敵を少しでも分散できればそれでいい。本体の動向はどうなってる？直進して門へ向かってますね。よし、矢倉二つが相手になるぜ。あら？どうした？本体が、突然方向を変えました。これはどうやら、出城に向かってるようですね。出城を落とそうという話になったのかな？まあそれはそれでいい。かかってこいや。気が邪魔で見にくいですが、デジロへの攻撃が始まりました。応戦中、まさかデジロを攻撃されるとは想定していなくて、隣の矢倉との位置が悪いな。援護が受けられませんね。かっこ撃破されちゃいそう。毎度同じ感想だけど、頭のいい奴らだ。つい称賛しちゃうぜ。矢倉一つだけだと、迎撃能力が追いつきません。高さも不十分。頑張ってもらうしかないな。矢倉に取り憑かれました。隣の矢倉からの支援も入りますが、効果が今一つですね。高度差が少ないな。あ、落ちた。一つ陥落です。矢倉の攻撃先を見てると、戦意を失って逃げてる奴を攻撃してるな。そいつらはもういいっちゅうの。戦意モリモリの人を攻撃してほしいですね。ノクノク。はい、どなたですか？略奪者さんです。略奪者さんって誰？略奪しに来ました。ノックノック状になってねえ。で、最後に頭を打ち抜けば落ちるんですよね。それは間違った認識だ。ジョークは落ちなくても矢倉は落ちそうです。まさかの出城陥落か。街に被害出てないから言っちゃいいんだけどさ。お、敵さん退却を始めました。ふう、なんとかなったか。出城の修復中に、家を追加しよう。食料事情も良くなりましたからね。保存が効くってありがたいです。これで人口は300人超え。次のティアに進むためには400人必要だから、もうちょっとだな。劇場のおかげで、小屋から一気に大きな住宅になりますね。税収も増えてウハウハです。いや、ウハウハしてる余裕はないぞ。出城が落とされかけるという手堅くだったからな。矢倉の位置や数など、もっと調整しないといけない。また軍事費がかさばりますね。安全は金がかかるんだよ。とはいえ、住人たちの生活も大事だ。家の改築をしているところもあるし、概ね満足してくれているようだな。はい、引き続き、頑張っていきましょう。弊社を移動するぞ。お引っ越しですか？どちらへ？出城のふもと、畑の横あたりだな。壁の外ですか？そんな無防備な。周囲を壁で囲んで、ちょっとした砦にするつもりだ。今のところ、置物にしかなってないんだもん。それはまあ、その通りですね。兵士さんも、襲撃場所から遠いこともあって、給料泥棒状態です。せっかくだから最前線に位置してもらおう。矢倉との位置調整もしたいが、一気にやると工事が追いつかないから、一つずつだな。ですね。では、この場所へお引っ越しよろしくです。お引っ越し完了。超絶無防備ですね。兵舎というだけあって、それなりに頑丈ではあるけどな。
壁で囲めば、なんちゃって難攻不落ぐらいにはなるだろう。なんちゃってをつけないであげてください。だけど、略奪者さんたちは頭がいいですからね。兵舎をここに置くことによって、別のルートを選択するかもしれませんよ。そうなんだよ。こういうこと言っちゃダメなんだけど、味方より敵の方が賢いよな。住人の悪口を言っていたとバラされたくなければ、1000ゴールドください。流れるように脅迫するんじゃねえ。さて、壁で囲んではみたが、常駐メンバーが一人だと心細いだろう。ぼっち状態で行為されたくないですね。というわけで、何名か歩兵する。まあ計4人にしておくか。おお、これでついに。そうだ、バルティア共同体に常備軍が誕生した。住民の皆さんも喜んでいます。12名でスタートした時からの、念願でしたからね。せっかくの常備軍を瞬殺されるわけにはいかないからな。中腹の出城と壁で連結しておこう。ちょうど、山頂付近の鉄鉱石が枯渇したようです。兵舎の後ろに鉱脈があるので、採取場も移動してきましょう。一方こちらは畑方面だ。雨畑も郊外に大きいのを作ったぞ。これまで、壁の中の狭い場所で、細々と栽培していましたからね。繊維の供給が安定しそうです。郊外の畑については、襲撃の度に壁を壊されるのが面倒ではあるが、街の中が広く使えるというメリットの方が大きいな。空き地が目立つぐらいになりましたね。そのうち区画整理もしていこう。やること満載だ。さて、どうしたもんかな。次はどんなクローン実験をされるかワクワクしてるんですか？しねえよ。どうも、出城周りがごちゃっとしていてな。しかも効果がよく見えない。確かに、あまり美しくないですね。よし、ちゃちゃっとリノベしよう。魔法のようなリノベを期待していますよ。お、暗転。高い場所が有利だと分かっていながら、中腹という中途半端な場所に、出城を作った。すぐそこに山頂があるのに、意識することもなく、今いるところから高みを目指すこともしない。矢倉を単体で建てるから、かっこ撃破の的となり、衛兵は孤軍奮闘。こんな生活も嫌だ、そう思っていたに違いない。私たちは気づく必要があったんだ。山頂に陣取ればいいこと、矢倉をまとめればいいこと。今日からの私たちはもう違う。どうぞ、イメージなさってください。これからの生活を、そして、これからの戦争を。それが言いたいだけじゃないですか。あ、音楽止めないで。漫画、もしくはドラマのセリフを丸パクリするのやめてください。いや、思わずリノベって言葉に反応してしまった。音楽がいいと、適当なこと言っていてもそれっぽくなるよな。以前にも同じようなネタやったじゃないですか。しばらく間が空いたから、いいかなって思って、このシリーズから見てくれている人には、何のこっちゃかわからないよな。で、肝心な部分が置き去りになってるんですが、山を丸ごと要塞化しちゃったんですね。そうそう、これはまだ作りかけで。完成させたのがこちらだぜ。街を目指して、真ん中のくぼみを通ろうとすると、両側から攻撃を受けるんですね。ああ、弊社と矢倉とで、お互いをフォローし合ってもいる。しかも、街へのルートは、あえて壁を薄くして狙いたくしてあるぜ。えらくお金をかけてますが、ちゃんと誘われてくれますかね？どうだろうな。いまいちだったら、矢倉を移動して、またリノベし直すさ。わかりました。では、出来立ての山城を見ながら、今回はここまでだ。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、白霊統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。最初に作った墓地がいっぱいになったぞ。え、そんなに病気や戦争の被害者がいましたか？それもあるけど、バルティアができてから、結構時間が経ったからな。高齢で死亡する住人も増えてきた。それなら仕方のないことですね。人間誰しも寿命がありますから。まあ私は500歳まで生きますけど。そんなに生きて何するんだ？積み立て投資します。毎月2万円の積み立てで、年の利回りが 1% だったとしても、500年後には20億円になってるんですよ。え、たったの20億？5世紀頑張った割には、大したことない気がするな。同じ基準で比較すると、ドウェイン・ジョンソンの年収は2500年相当だ。ザ・ロック様と並べられても困りますけどね。金の話はともかく、郊外に広めの墓地を作ったから、今後奇跡に入る場合はこちらに永住しておくれ。仏様の近くが高いんですよね。金の話はいい。中に、去る住人がいれば増える住人もいる。めでたく人口が400人を突破したから、ティアを進めていこう。おお、ついにティア4ですね。お墓に入っている皆さんのおかげさまです。本当だな。引き続き、我々を見守っていてくれ。ということで、ティアの進行が完了したところだ。この次の条件って何ですか？ない。無料？じゃなくて、ティア5は存在しないんだ。技術的には、ここが終着地点だな。では、作
触れるものは全て解放された状態ですね。そうだな。あとは、この街をどこまで広げていくか、どこで住民たちに運営をバトンタッチするか、そこを考えていこう。はい。早速、家を改築しているところがあるな。大きい住宅の次はお屋敷ですか。住民の皆さんの生活が、過剰に立地になっていきますね。それによって防衛費を捻出できるんだからいいさ。どんどん大きな家になって、どんどん税金を払ってもらおう。累進課税万歳。人口が増えたから、畑も追加するぜ。畑の生産能力は限界があるので、耕作面積を広げるしかないですもんね。うむ、人同士の戦争というのは、農業が始まった、ここ1万年ぐらいの現象だ。持てるものと、持たざるものが極端になったからと言われている。そうですね。世界平和のために、誰か私に5億ほどください。積み立て投資はどうした？さておき、我々は、時に耕作地をめぐって殺し合いまでする生き物だ。小麦やトウモロコシといったイネ科植物に、してやられてる感があって、ちょっと悔しいよな。そうですか？一粒のお米には七人の神様がいます。毎食、三万人ぐらいの神様を咀嚼していると思うと、私はちょっと楽しいですよ。楽しいならそれでいいけどさ。食料が安定したところで、町の区画整理を始めよう。具体的にはどんな感じにします？今は、旧築の第一エリア、新築の第二エリアという分かれ方をしている。これを、住宅エリア、倉庫街エリア、生産エリアに分けていこう。役割で分けるんですね。完成な住宅地は人気が出そうです。公害の影響を受けないようにしたいよな。区画整理中だぜ。工業施設を、壁に向かって詰め直してますね。隙間なく並べ直して、狭い壁の中を有効利用しよう。公的土的には地獄のようになっているが、住民はいないから気にしない。地下水とか、すっごい汚染されてそうですね。何？どうせトイレの中身も、湖に垂れ流しだろうから今更だぜ。そこで釣った魚が市場に並んでるんですが。ついでに、道も5番目状にしていこう。初期の頃から、その場その場で作ってきましたからね。あまり綺麗とは言えません。敵に侵入された時のことを思えば、綺麗に作るべきじゃないんだけどな。簡単に奥まで進まれちゃいますからね。そうそう。だが、便利な日常生活から生み出されるもので、守りを固くする方が良い、というドクトリンを取る。強い軍事力という、住民の要望にも合致していますね。世代交代も進んで、もはやこの町特有の思想みたいになってますが、こうやって、ここの国民の特性、みたいなものが固定化していくんだろうな。日本人なら空気読め的な？だな。今回の略奪者さんたちです。びっくりドッキリメカみたいに言ってやるなよ。どの方向からだ？畑方面ではありますが、旧第2エリアの方ですね。いつもは旧第1エリア、山城方面が襲撃されています。珍しいな。やっぱ、山城方向が襲われがちというのは気のせいか？どうでしょうね。あちらがガッチガチになったから、別の弱いところに来たのかも？だとしたら、全周囲をハリネズミのようにしないとならないな。ともかく、目の前の敵を迎撃しよう。はい。第2エリア方面の門に到達します。手前の櫓が沈黙してるな。射程外だからですね。なんてこったい。息の強制漏れか。櫓を移動させるよりは、門の位置をずらす方が良さそうです。そうだな。後で工事をお願いしておこう。門が突破されました。なだれ込んできます。欲しいものはくれてやる。早々にお引き取り願おう。奪うものだけ奪ったら素直に引き上げてくれるので、だんだんといい人たちに見えてきました。何そのストックホルム症候群。まあ確かに、腹いせに火をつけたりしないから、守りきれなくても大した影響はないといえばない。とはいえだ、多勢力の人間に好きに蹂躙されていいわけじゃない。次は覚えてろよ。それじゃ悪役の捨て台詞ですよ。あら、引き上げていく。門を突破した連中も、櫓に矛先を向けて撃退されてるな。何も取っていないっぽい。仲間をやられた怒りで目的を忘れたんでしょうか。やっぱりいい人たちなんじゃないですか。いい人は、自分で畑を耕します。いい人じゃない人は、他人のものを奪おうとする人です。まあそうですね。略奪者さん同士の友情と、我々の生産物の所有権とは別のお話です。次回に向けて、きっちり備えておきましょう。おう、そうしよう。はい、備えた。早いですね。どんな感じになりましたか？こうだ。角に兵舎を追加しておいた。おお、新しい部隊が。こっちは居住エリアにするつもりだから、居住エリア方面軍だな。二人しかいないけど、兵舎に至るものは、左右の櫓の射程に入ってますね。ああ、お互いに援護し合えるようにした。兵舎をスルーされると悲しいけど、観察した限りでは、ちゃんと攻撃してくれるからな。有効な気がしますね。その居住エリアを整理していこう。劇場の位置も変えるんですか？劇場は娯楽の中心地だからな。物理的にも居住エリアの中心に置いて、そこから組み立てていこう。劇場そばの住民さんは、戦争の眼差しで見られそうですね。
実際は、いつも見物客で混み合ってて大変そうだけどな。生産エリアにある住宅もお引っ越しです。一時的に住居が減って、野宿になる人もいるのでは？いやほら、猛暑かだから。野宿をしろと？たまには、開拓をしてきた父母の苦労を思うのもいいだろう。公的度が下がって、町から出ていく人もいそうですね。そんなあなたに朗報だ。今度、劇場がリニューアルされるって聞いた？なんか、すっごく大きくなるらしいぞ。これで公的度もバカ上がり。町から出ていくなんて愚かの極みだよね。つなぎ止めようとしてるのか、喧嘩売ってるのかわかりませんよ。大劇場の完成だ。想定よりでかくて、画面からはみ出したぜ。立派なレンガ作りですね。オペラとかやってそうだな。きっと帝国の女将軍が歌うんです。そして最後にタコっぽい敵が落ちてきて、それはゲームの話じゃん。え、ゲームの話ですよね。こっちは現実の話をしてるんだ。え？まあいいです。バニッシュです。グフ。各整理が完了したぞ。街を出る住人も一定数いたが、今では住みたい街ランキング首位となっている。吉祥寺ですか？お屋敷がぎっしりですね。まだ、大きな住宅止まりの場所もあるけどな。公園や彫像の方は攻撃をかけているから、時期に陥落するだろう。高所得者層への強制誘導。税収も増えて、金鉱石が枯渇してもやっていけそうだぜ。いっそ独裁者になって、観光業を進めながらスイス銀行に裏金貯めようか。もうやってるところありますから。この辺りは倉庫街ですね。ああ、資材から食料まで、この辺りに在庫してある。住宅と生産地区の間だから、どっちからでもアクセスしやすいはずだ。その生産地区がこの辺り、いろんな工房が集まってるから、例えば鉄鉱石を精錬して、武器に加工して、という作業もしやすいですね。効率は上がったと思う。追加するために、まだ用地を残してあるしな。生産力を増やしたい場合はここに建てよう。住居はもう、これ以上増やせませんね。だな。さらに人口を増やしたい場合は、壁の外に行く必要がある。ここから先をどうするか、だが。お話の途中ですが、侵略軍という人たちが、ゴールドを要求してきています。侵略軍？略奪者とは違うのか？違うみたいですね。拒否しておきますよ。よろしく。さて、話の続きだ。壁の外に街を広げていこうと思ったが、新たな脅威が現れた。もしかして、バルティア共同体の始祖たちを追い込んだ人たちですかね。そうかもな。孫子の代になっても同じようなことやってんだな。つまり、これまで我々が軍事力を強化してきたのは、この人たちと戦うためですね。なるほど。まさにその通り。どっちの方向から来てる？山城方面です。完璧だぜ。かつて圧政を加えて追い出した人々の苦渋、矢に乗せて返却してやるぜ。大型の波状椎がありますね。門は大丈夫でしょうか？やばそうなら白兵戦に持ち込もう。その前に、なるべく歩兵たちを減らしてくれ。この位置は、三方から矢追いかけられますからね。敵さんがバタバタと倒れていきます。ナイスキリングフィールド。波状椎が上がってきたぞ。歩兵の相当急げ。波状椎は兵舎に向かいました。歩兵さんは壊滅状態。よし。だが、まだ出るなよ。徹底的に叩いてからだ。兵士を向かわせたぜ。兵士さんがまともに白兵戦やるのって初めてじゃないですか？そうかも。PDF 隊員ばかりが突撃してたもんな。フォース兵卒が攻撃を開始しました。他の兵士さんも続きます。素手で殴ってるように見えるけど、ちゃんと武器は装備してるぞ。はい。しかも大型武器を。おお、消えたぞ。やったのか？皆さん、満足そうなので、やったんじゃないですかね。よし。では、侵略軍という新たな脅威を撃退したところで、今回はここまでだ。引き続き、我が社をよろしくお願いしますね。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、白霊統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。前回、侵略軍なんていう人たちが現れましたね。今回はその備えですか？そうだ。が、そのためにもまずは、周辺の地形把握をしてみたぞ。畑を挟んで反対側には、お山がありますね。ここでは鉄鉱石や石炭が取れる。金鉱石まであって、我が町の助けとなってくれそうだ。金鉱石はありがたい。税収だけだと、拡張速度が鈍りますから。こっちは、山城の先の方向だ。途中に平地があって、その向こうにこれまた山がある。結構、山がちな地形だったんですね。山がちっていうほどでもないかな？基本は平野なんだけど、たまに丘、または低山があるって感じか。なるほど。湖もあるし、いいバランスの土地なのかもしれません。その湖の先にある居住エリア、を、また湖の方に折り返してまっすぐ行くと。これまた水が見える。おお、水は、防衛面で言えば、壊されない壁だ。うまく使っていきたいな。山、湖、平地、これらをフル活用して、軍事力を整えていきましょう。
おうよ。ではまず、畑の向こうにある山をフラットにしていく。とにかくフラットにしていく。どういう意味ですか？山は当然傾斜がきつい部分が多いから、そのままだと建物を置ける場所が少ないんだよ。まあそれはそうですね。だから、傾斜部分を平たくしていく作業をするぞ。その前に、この山には何を作るんでしょうか？おう、こっちから略奪者が襲来することも多いからな。地形を生かして天然の要害にしてみたい。以前、春日山城跡に行ったことがありますが、結構な山登りで疲れたことを覚えてます。あと富士の季節で、熊蜂が大量で怖かったです。熊蜂は山にいがちだよな。それはともかく、上杉謙信とまではいかなくても、敵を効率よく迎え撃てる作りを目指してみよう。サムネ映えするようにしてくださいね。無用にハードル上げないでくれ。全力で山肌を整えてるぜ。お山のお肌がピカピカになりそうですね。それはもう、表面磨きのように仕上げて、光の反射が人工衛星から見えるようにしてやる。迷惑な。ある程度整ったぞ。あとは必要な場所に最終仕上げを施していこう。何回もやらないと、完全なフラットにはならないんですね。そうなんだよ。全体的に5回ぐらい作業したけど、まだまだだな。というわけで、建物を作りながら進めていく。で、作り始めると同時に役立つだ。まだ防衛設備がないので、完全スルーですね。そのまま町まで到達しております。次回は見てろよ。お前らにとっての203高地に仕上げてやる。それって最終的に落とされるんじゃ。着々と工事中だ。奥に見えるのは弊社。あとは全体的に壁で覆っていますね。これだけやって、面倒だからスルーしようぜとなったら泣けるけどな。偉いもんで、この辺りの略奪者はちゃんと相手をしてくれる。付き合いのいい人たちでよかったですね。しかし、それこそ203高地じゃないですけど、こんな立派な丘があるなら、野戦砲でも並べたい気持ちになりますね。だよな。まあこの世界には火薬がないから仕方がない。やと剣でなんとかしていこう。壁はもうちょいだな。そうですね。皆さん、お気張りやす。ここで一丁、弊社をアップグレードしてみよう。お、アップグレードすると、どんな感じになりますか？射程が広くなるのと、高低差でのダメージボーナスが格段に上がる。何より、月のコストが据え置きなのはありがたい。それは素晴らしい。初期費用だけ払えば、半永久的にサービス内容が良くなるんですね。あ、そうだ。世の中、そうあってほしいものだな。こちらは、既存の山城ですね。見よ、この安定感。町へ進もうと門に取り掛かると、手前にある櫓も含めた三方から蜂の巣にされる。早送りでカクカクしてわかりづらいですが、敵さんの体力バーがサクサク削れていますね。火力の集中運用。この場所は、あるべき姿をとっていると言えるな。敵の撃滅っぷりを見ている間に、兵舎のアップグレードが済んで、砦となった。駐屯可能な兵士さん数が増えていますね。最大24人だ。もっとも、そんなに雇用すると破産するけどな。あら、何やらお家があります？そりゃだって、兵士には感謝が必要だろ？毎回、離れた町から出社するなんてかわいそうじゃないか。それはそうかもしれませんが、余計な防衛対象を増やしているだけのような。さておき、バージョン1が完成した。畑まであるし、現地生産できるように、やはり小屋も作ったぞ。もはや城塞都市ならぬ要塞村だな。石炭まで採掘してますね。それはたまたまここに炭鉱があっただけだが、やろうと思えば鉄鉱石も採掘して武器だって作れる。そのあたりは襲撃者の出方を見ながら調整していこう。あまり夢いっぱいに語っていても、現実が許してくれなかったりしますよ。夢なくして何が人生か。ほら、この門を壊そうと殺到した連中を、砦からの攻撃でバシバシ倒していくんだ。今の私にとって、その光景を見ることが夢だ。では実際に結果を見てみましょう。略奪者の皆さん、カモン。わざわざ4番でも、ご心配なく、突破されなければ無料の検証サービスですから。突破されたら略奪されるんじゃん。しかし、侵略軍はあれから姿を見ないな。ごっぴどく撃退されたから、また兵を集めてるんじゃないですかね。来ないなら来ないでいいけどな。そうですね。いっそ、こっちから攻めたいぐらいです。軍の再編中なんて、一番叩くべきタイミングだ。しかし、この町の住人がそれを望んでいないんだから仕方がない。選手防衛を貫くぜ。はい。まずは、この要塞村の性能を高めていきましょう。ぼちぼち迎撃が始まりますよ。よし、みんな持ち場についたか。弓を引け。射程に入り次第、それぞれのタイミングで攻撃開始だ。まず、手前に作った櫓から攻撃が始まりました。了解。続いて砦からも攻撃開始。どんどん行ってけ。なかなか、いい感じのダメージを与えていますよ。
金と資材と時間をかけただけあるな。私は今、夢に見た光景を目にしている。ちょっと早送りしますね。あ、じっくり見たいのに。なんだか、略奪者さんたちが左に流れていきますね。何かあるのかな？なんの、パニックを起こしてチリジリになってるだけだろう。穴が開いてますよ。ほう？なぜ？壊されたような跡はないので、壁を作り忘れたんじゃないですか？なんてこったい。穴だらけの夢ですね。敵さんが続々と侵入中。まあいいさ。どうせここは要塞村。取るものなんせ、壁作ってる石材ぐらいなもんだ。それはそうですけどね。負け惜しみにしか聞こえません。そんなことないもん。おや、今度は何？奥の方をご覧ください。敵さんの流れがある。撤収中じゃね？方向が違いますね。見てみましょう。砦の背面から登ってきます。こっちの壁が薄いと気づいたんですね。しかもダメージボーナスが少ない。もん、何それ美味しいの？みたいな行動は私の心を傷つけるぞ。彼らの気持ちを代弁すると、知ったこっちゃないですね。でも、門の方向に流れていく人たちが多い。よしよし、そっち側に来てくれる人には、今なら漏れなく、威力の乗った矢をプレゼントだ。素敵な矢羽根付き。今回はなんとかなりそうですね。でも、弱点がバレた気がして仕方ないので、次回までには対応をお願いします。おうよ。あと壁の作り忘れに注意です。はい、すいません。大成決したかな。ですね。皆さん、お疲れ様でした。検証を終わります。要塞村の作り替えをしつつ、町の拡張もしていこう。壁の中は、もういっぱいですからね。どっち方向に拡張しますか？冒頭に見た、湖方面にしようと思う。ほら、この辺り。両方に湖があって、攻撃正面を限定できる。ここに壁を作っていこう。敵さんがどこから来るかわからない。というのが、最大のリスクですからね。だな。守備範囲を狭くできるのは、とてもありがたいぜ。前回作った、居住エリアの兵舎がちゃんと機能していますよ。いい仕事してますね。こっちはちゃんと門に群がってくれてるな。そこを三方から攻撃して、どんどん撃退しています。ちょっと火力が弱いから、後でこの兵舎もアップグレードしておこう。なんせ維持費が変わらないから、アップグレード費用さえ払えれば、砦にした分、性能が良くなる。本当に、固定費がないってありがたいことです。一方の要塞村ですが、ここに保管庫や市場を作ったことによって、要塞村から略奪される、というおまぬけな現象が発生しています。準備が間に合わなかったとはいえ、きっちり弱点である背面を突かれてますね。しかも砦の射程外、回収すべき点がたくさんありそうだぜ。ありそうというか、山積みですよね。さようでございます。市街地作りの方は順調だぜ。右手の壁が完成。奥側の壁も完成していますね。ああ、湖の間に作ることによって、壁の長さは最短にしてある。この中に市街地を作っていこう。防衛費を捻出するためにも、税収が必要ですからね。では最後に、その防衛費を今一つ有効に活かしきれていない光景を見ながら、お別れしましょう。活かしきれてないわけじゃないもん。準備が間に合ってないだけだもん。もう当たり前に背後を襲われてますね。門を弱点と認識されないとは。いや、ここを見ておくれ。工事が間に合わずに、壁が一枚の場所がある。ここを狙われてるんだな。なるほど。敵さんもよく気づきましたね。ここから言えることは一つだ。なんです？身内にスパイがいる。ああ、そうですか。アホなこと言ってないで、次の構想を考えておいてくださいね。はい、すいません。まあ町への攻撃をここで受けているだけでも、役割を果たしているとは言えるけどな。そこは否定しません。でも防衛設備から略奪されるのは、間抜けの局地なので、もうちょっとなんとかしましょう。ごもっとも。というわけで、今回はここまでだぜ。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。はい、こちら、白霊統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、バルティア共同体様からの依頼で、軍事力強化をしていきます。おはようございます、略奪者さん。初夏の日差しが気持ちいいですね。このぐらいの敵なら問題なくなったな。町の四方に砦を作り、そこに兵士をなるべく多く詰めさせている。凄まじく成功法ですね。グネグネも作ってみたけど、壁を掘って最短距離を進まれてしまった。敵を誘導するとか余計なことを考えずに、とにかく有利な地形から、なるべく大量の矢を振らすのが一番いいと判断した。なるほど。そうあるべき姿ではあります。で、矢も最後まで進めたし、作るもん作ったし、今回で、バルティア共同体との仕事を完了させよう。矢読んで作れるものが意外と少なかったですね。もうちょっと世界が広がるかと思ったんですが、いつだって世界は未完成なものだ。そこを補完すべく、私たちは想像力を手に入れたのだよ。もっともらしく無意味なこと言う癖は直した方がいいですよ。はい。問題は侵略軍さんです。
前回は撃退に成功しましたが、こちらが攻めに行けない以上、いつかは落とされますよ。そうなんだよな。どうしたもんか。本当は戦争なんて回避したいところですけどね。そうできるといいよな。では、今回でシリーズ最終回です。さて、金を払ってもらおうか。あと一歩でも私に近づいたら、その額を打ち抜きます。社長をカツアゲしてるわけじゃないから、我が社への報酬として住人に金を払ってもらおうって話だ。ああ、なるほど。うっかりオーナーを泣き物にするところでした。うっかり人は辞めるのやめて。というわけで、ここにあるのは大金庫だ。一つあたり、25000ゴールド収納できる。それが3つで75000ゴールドですね。これをいっぱいにしてもらおう。それが我が社への報酬だ。まあ程よいですね。5万じゃ少ないし、10万じゃだれる気がしますから。防衛面の最終調整をしつつ、蓄財も進めていこう。また略奪者さんたちです。こっちの砦には8人を駐屯させている。高い場所からの矢の雨攻撃を食らうが良いわ。あら、門がない？あ、破壊されたまま修復し忘れてんじゃん。まあいいさ。それでも簡単に落ちないのが砦だ。でも門はあった方がいいですよね。そうですね。山城の左横の道がフリーパス状態だったから、こっちにも砦を追加したぜ。固定費がどんどん増えていきます。我が社への支払いは大丈夫ですか？商人から鉄や石炭を仕入れて、武器にして販売する、という商売が順調でな。家具の販売もしてるし、立派に商業が回ってる。木材も輸入し始めようかというぐらいだ。いつの間にそんなことに？だって、やってることって取引画面でポチるだけなんだもん。超地味じゃん。まあわからないでもないですが、しかし、敵さんの数も増えましたね。当たり前に100人超えてくるからな。それでも、略奪者程度だったら大したことないぜ。最初の村人さんはたったの12人だったのに、100人規模の敵を撃退できるなんて、すごいことですよ。まったくだ。一つ一つ積み重ねてきたものが、今の街の姿を作ってるんだな。そういえば、今一つだった要塞村はどうなったんです？うむ。こうなった。うん、家とか倉庫とか、どこ行っちゃいましたか？よく考えたらいらないなって思って、なくした。それ前回私が指摘したことですけどね。前回のサムネにまでしたのに。だって街を守るべき砦が、近所のお宅を守るための設備になっちゃったんだもん。それに、前回はもっと奥の方に作ってたけど、街の近くに作り直したから、補給もしやすくなったぞ。何より、こっちの方がかっこいいだろ。とうとうと言い訳を並べますね。かっこいいのは認めますけど、山の上に立ってると、ノイシュバンシュタイン城みたいだよな。それは美化しすぎです。ちゃんと機能していることも確認した。周りを崖にしたんですね。そうそう。フラットツールの使い方に、終盤になって慣れてきてな。崖と高低差という地形によって、最大限の性能を引き出している。崖の下の壁によって、ダメージ効果の高い場所に敵さんを留めていると。その通り、なるべく長くたくさん痛い思いをしてもらいたいからな。いい感じの仕上がりになったと自負している。他の略奪者さんたちが、射程外を更新していきますよ。それはほら、町の衛兵たちにも功績を上げる機会を与えようと思って。要塞の連中は何してんだって言ってそうですけどね。部署間の理解って難しいよな。そんな感じで、高低差作成はとても重要だと分かった。山城の周囲も切り立たせていこう。侵略軍さんは、前回こっちから来ましたもんね。次も同じルートで来てくれるといいんですが、準備万端整えて待ってるぜ。山城周辺を整えてみたぞ。お、いいですね。ちゃんと崖になってるし、周辺は低くなっています。これなら矢の威力を引き出せますね。矢をいるのは衛兵や兵士だが、この地形を作ったのは住人たちだ。前線に立つ者、後方で物を運ぶ者、12人から始まった共同体は、有機的に機能する町となった。そして、父祖から引き継がれた思いはそのままに、皆の心に宿っている。生き残る力、それは今、バルティア共同体のうちに、確かにある。だから認めさせてやろうじゃないか。父祖たちを追い出し、この町を作るきっかけとなった連中に、やと、剣によって。侵略軍さんが来ましたよ。例によってお金を要求していますが、1076ゴールド？安。拒否だ。このぐらいなら払えますけど？今回の一戦が大事なんだよ。バルティア共同体の総力、存分に見せてやろうぜ。了解しました。おととい来やがってくださいませ。敵さんが動き出しました。場所は墓地方面。崖とか高低差とか全く無関係な場所だな。我々の準備って一体？考えちゃダメだ。大丈夫。総力を存分に見せるんだから。動揺して噛んでますよ。でも、いい感じにダメージを与えてますね。波状杭の損傷具合はわかりませんけど。よしよし。しばらくすれば、臨時雇用の兵士も駆けつけるはずだ。それまでなんとか耐えてくれ。臨時雇用？そこいら辺の作業者に、ちょっと籠城体験してみないって声かけといた。そんなふわっとした声かけで集まるとは。
臨時じゃない兵士たちも集結中だ。今回の戦場にならなかった山城や要塞の兵士たちだな。援軍ですね。なるべく急いでください。一方、こちらは居住エリアの湖側だ。そこをずずいっと進んでみると、あ、門が攻撃されてる。どうやらこっちにも侵略軍がいるっぽいんだな。兵士さんたちを二手に分けますか？いや、まずは墓地方面を防ごう。戦力で劣る我々は砦を軸に守るしかない。一箇所落とされたらそこから流れ込んでくるぞ。なるほど、こちらにも砦がありますからしばらくは耐えてくれますよね。そういうことだ。じわっと敵さんが増えてません？別の場所にいた連中がこっちに回ってきてる気がするな。後続がどんどん押し寄せてくる。まずいのでは？いや、一気に来られるよりは断然いい。一定数ずつ相手にできるってことですね。そうそう、まとめて来られるとこっちの攻撃も分散しちゃうからな。敵さん、さらに追加。こっちも援軍したぞ。砲弾を装備した兵士さんたち到着しました。それぞれのタイミングで撃ってけ。なんかうろちょろしてる奴らはどうした？いつも砦から矢を放つだけだったから敵さんを間近にして浮ついてるんじゃないですかね。ええー、落ち着け。敵は門の向こうだ。もう壊されそうですけど。なんてこと言ってたら門が突破されました。食い止めろ。他の砦の兵士も駆けつけているからなんとか耐えてくれ。混戦となっていますが数の差が段違いですね。兵士さんたち袋叩き。でもかなりの数の敵さんを引きつけてくれています。砦も支援をしている余裕がない。こんなこと言いたくないが死守してほしい。犠牲者も出ていますが獅子奮陣の戦いを見せています。相当数を撃退してくれました。ありがとう。これで勝ち筋が見えた。援軍が到着したぞ。もう少し早ければと思ってしまいますが、それが戦場ですね。そうだな、彼らも全力で走ってきてくれた。よし、兵士諸君、土とかなとこだ。壁との間で踏みつぶしてやれ。こちらの援軍に恐怖したのか、敵さんがごそっと退却していきました。逃げる奴は捨ておけ。壁を攻撃してる奴らに集中。敵さん層崩れ、波状錐も破壊しました。よし、背中から追いかけろ。次回の攻撃が遠くなるようになるべく戦力を削いでやれ。さて、次の戦場はこっちですね。門はまだ持っています。あれ、敵の攻撃が止んでる？そのようですね。結局全て墓地方面に回ってきちゃったのかな。兵士を最終王させたんだけどな。もういいかな。念のため怖いもの知らずな住人さんに見てきてもらいましょう。いないですね。侵略軍さんの撃退に成功しました。ふう、なんとかなったか。兵士さんたちには駐屯地に戻ってもらいますね。皆のおかげで乗り越えることができた。ありがとう。ひまわりの咲く季節、今回の戦闘をひまわりの戦いと呼びましょう。バルティア共同体の誇りとして代々語り継いでいってほしいな。本当ですね。山城も要塞も使わず侵略軍さんを追い払いました。ご先祖様たちも喜んでくれていますよ。そうだな、墓地方面というのが象徴的だった。これでしばらくは侵略軍も手を出せないだろう。次も撃退できますね。いや、次は戦わない。というか、もう侵略軍とは戦わない。どういうことです？こんな夢を見たんだ。徹底抗戦を選択した挙句限界が訪れ、町が陥落。その後、頂上作戦と称し、大量の物資を使って直線上の防衛ラインを構築するも、マジの戦の再現となり、再度陥落。挙句の果てには大量のユニットによって世界が重くなり、二度とその世界を開けなくなった。なんて恐ろしい。そんな未来は確実に回避せねばならない。幸い、侵略軍の奴らは金を払えば兵を引いてくれるからな。だけど、一度払ってしまうと、ずっと要求され続けるんじゃないですか？だろうな。だが、バルティアの国庫には、大した金はない。支払い能力以上の金を要求するなら、追い詰められて剣を向けねばならない。侵略軍としてみれば、二度も侵攻を跳ねのけた相手に、そうはされたくない。だから払える分しか要求してこない。そういうことだ。だけど、バルティアは、私たちに払う分のお金を貯めているはずですよ。それはどこ行っちゃったんですか？それはここにある。おお、交易市場。買い付け資金や、販売するための在庫の形をとっている。住民たちは、着々と貯めてくれているぞ。なるほど。商用の中に溶け込んでいるんですね。そうだ。だから金庫を見ても小銭程度しか入っていない。だけど、こんなにあからさまならバレるんじゃないですか？バレるだろうな。だが剣を向けてきたなら剣を向け返す。黙認するなら、小遣いぐらいは稼ぎ続けられる。どっちが賢いかな？
相変わらず、略奪者さんは襲撃してきますが、もはや、バルティアを脅かすような存在ではありません。侵略軍さんには強さを見せつけ、安価に平和を継続する立場を築き上げました。すべては住民の皆さんの力です。底力だな。何もないところから、これだけのものを作り上げたんだから。約束の75,000ゴールドが集まったぞ。あ、もうちょい言っとこう。全力で商人さんから絞り取ってますね。よし、これで我が社への支払い準備はできた。研修してもらって完了だ。バルティア共同体、なかなか大変な案件だったぜ。略奪者さんや侵略軍さんは、本当に賢かったですね。絡め手が一切通用しなかったもんな。結局成功法になってしまった。それでも勝利をつかめたのは、住民の皆さんのおかげです。お疲れ様でした。そしてこれからも頑張ってください。では、今回のシリーズはここでおしまい。次の案件でまた会おうぜ。毎度同じ締めで恐縮ですが、いつも、コメントや高評価ありがとうございます。励みになります。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。